あーごめんなさい。はいどうも皆さんこんばんは。6月27日金曜日、本日は気候仲間田店から生放送です。蒲田のシーン in 蒲田港、よろしくお願いします。いやいや今日も店長元気ですね。元気ですよ今日も。本当に今日も斜めかぶりになってるからたやきがプシッてやってきたんです。プシッと、プシッてなんですか。プシッてプシッ、やってこようと思ったんですけどやめました。弘前からおかつこんばんは。どうも、猛烈見に来ました。ありがとうございます。初見です。どうもいらっしゃい、こんばんは。どうも、100列安定のゼロ履歴。そうなんですか。なんだハロウィンパーティーかっていうね。まあ、蒲田店はね、結構コスプレなさる方がたくさんいらっしゃいますけれども、はい、今日、オギー何 T シャツそれ。これ、シャキーン生放送です。シャキーン生放送、はいはい、この放送のためにわざわざと。買いました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、本日は CR、フィーバー猛烈パイレーツ、こちらの台を、2時間遊戯していくわけなんですけれども、はい、本日は個人戦でよろしいですか。はい、はい、ということで、ちょっとルールの方に移したいと思います。はい、はい、本日の対決ルール、対戦機種は、CR フィーバー猛烈パイレーツ、合計大当たり回数で勝負、はい、そしてビリが本日の罰ゲームは金管地獄、はい、ということで何ですか。これやばいですよ。やばい、これやばいです。今日やばい、やばいです。今日の罰ゲームは、やばいということなんで、ね、皆さん最後まで、はい、お見逃しなくといったところでよろしくお願いいたします。お願いします。モーパイ楽しみすぎるということでね、今からすぐ打ちますんでね、マジでこれ初当たり取れなすぎる。あ、初当たり重いイメージありますか店長。どうですか。全然全然当たります。当たります。当たりますか。当たりやすい。あ、全然そんなことないということなんでね、はい、今日はいいところを見せてもらいたいと思います、はい、スペックどっちですか。 297.8 分の1のミドルスペックですね。はい、はい、になっておりますんで皆さん2次会よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ CM 行きまーす。はい、そう、この感じいいね。キコーナ。はい、ということで皆さんお待たせしました。あ、ちょっとカメラ位置がずれたかな、すいません。はい、じゃあ早速始めましょうか。ピックゴロ店長行きましょうか。はい、はい、じゃあ早速遊戯の方始めてください。スタート。はい、今日はね、3人で、出玉勝負になってますんでね、皆さん誰かしらは当たると思いますんでね、じっくりご覧いただけたらと思います。はい、はい、ちょっと待ってね、カメラ位置調整するからね。おい、保留が見えないか、保留見えるか、こんなもんかな。はい、今のところ勝ってるけど初当たり重いよと。ああ、初当たり重いイメージがあると。なるほど。こっちの画面はマティ、あ、これはマティでいいんだ。で、画面向かって右側、こちらがビッグゴロ店長の台になります。向かって左側、こちらがマティの台になります。オギーはいいところになったら教えてね。ああ、またそういう扱い。アトロクさん嫌いです。オギーは、あの、いいとこになったら映すんで、今日はね、大当たりを目指して頑張ってください。わーい。はい、フルーツから出しましょうと、ぜひ出してくださいね。おー、モーパイ楽しみにしてたおーと、ありがとうございます。あざーす。フルーツから、あ、これ読んだ今の、読んだ、打ちたいけど ST 駆け抜ける気しかしないってことなんですけれども、こちらの台のスペックを簡単に紹介いたしますとですね、大当たり確率が 297.8 分の1、確変突入率が 100% と、それで、ST の回数が110回転あるロング ST タイプとなっております。大当たり中はですね、はい、あ、大当たりじゃない、 ST 中の確率何分の1か分かりますか店長。
俺確か30分の1ぐらいじゃない。言い過ぎです、言い過ぎです。そしたら連チャン終わらないですね。確か100分の1ぐらい30分の1ぐらい、いや100分の1ぐらいですね。はい、あ98分の1だっけと、まあそんなぐらいの確率なんで、なかなかね連チャンさせるのはきついかなというイメージはありますけれども、はい、まあ、16ラウンドに偏ればねブンブン出ますから、はい、はい、まあね、その辺見ていただければと思います。金環地獄ってなんだ、青木。金環地獄ってあれですよ。え、何、虫刺されに使うやつです、肩こりとか。あーの金環、はい、お、何、どっかに塗るってこと。あれをちょっと拷問役に使いますということなんでね、はい、おティンティン使うんですか、ティンティン使うんですか、オギーの、オギーのティンティンは使うんですか。たま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 に使います。やめてまだ使いたい、はい、はい、締めにして SD 駆け抜けることもよくあるけどなと。そうなんですよ、結構ね SD 駆け抜けることはよくありますね。お、フィーバー、赤保留、赤保留、赤保留、お、マティがチャンス、マティが今赤保留、金文字ですよ、はい、金文字、金文字、マジマジ？こんな早く当たる？マティ。僕すぐ当たれます。え？当たる時すぐ。マティ早いの？マティ早いの？あ、え？マティマイクちょっと遠いかな？あ、なんかキュンキュンって言った。今キュンキュンって言った人。あ、はい、レインボー、レインボー。あー、レインボー、レインボー。これは来た。しかも7点パイ？7点、7点。来ました。すげえ。早い。早いな。うん、余裕。なんだよ。すごい、今日の一番最初の渡りもあっていいですね。あ、フルーツガラー、おー、出た、フルーツガラー、はい、確定音、しかも16ラウンド確定だと。すごいね、マーティンだと16ラウンド確定だなと。スコータなと。マーティン、何か使った？何も使ってないですね。何も使ってないですよ、はい、はい、早いね、今日は。店長頼みますよ、はい、はい、頑張ります、はい。ちょっとこっちのカメラが被るな、ちょっと待ってください、大丈夫かな、はい、こんな感じでどうでしょうか。特賞回数が一番多い人が金環地獄だから。何特賞回数が一番多い人が金環地獄、え、当たったら当たるだけダメってこと。危ないんじゃないのそれ、オギー大丈夫。ダメです。下に来るのかな、こんな感じかな、はい、すいません、お待たせしました、開始10分でフルーツが早いよと。プレミア級だろ、店員ボタンやめ使ってないよ。ちょっとマティ、こっから外しはあるかなと。ないですね、当たりました、激アツの蒲田店来た、ありがとうございます、ありがとうございます、今日も仕込みは OK ですねと。見せますよ今日は、モーレスパイレーツのいいところたっぷり見せますんでね、はい、はい、完全勝利来ました、はい、いい店だな、ありがとうございます、クルーンが見たい。あ、じゃあ次の当たりね、もし当たったら7は多分全部16になっちゃうんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとカメラ位置をね変えれるかな、ちょっとこれね上から狙わないとね厳しいんだな、こう見えるかな、こうクルーンがねほら全部ビッグになるから、でクルーンがね見にくいか、見にくいな、で右打ちして、なんかこれがなかなか 入らないからイライラするっていうね、意見は結構もらえますけどね、はい、あ、入りました、入った、入った、はい、まあ、全部ビッグなんですね、はい、まあ、どこ入っても、16ラウンドということですね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、よし、こんな感じ、感じでいいかな、はい、はい、通常時当たりこんなに早いんだから ST 終わらんなこれと。あ、曲、はい、もうあれですか、モモクロです、はい、モモクロ、3代目掃除してるわら、とか言って駆け抜けるんですね、わかりますと、まあ、全然駆け抜ける可能性高い台なんでね、皆さん頑張って弾いてくださいね。あ、僕なんか来るんでスーパーに入って、おー、これはスーパーリーチですね、はい、はい、止まった瞬間打ち出せばいい、来る、なるほど、コンバット大海賊モードにしてね、だそうですよ、何ですか、コンバット大公開モード、コンバット大公開モード、このアフロブラックラグーンに出てなかったっけと。出てますか、さっきのあの抽選の時の、今日覇者で20連予定してたのに隣のババアが来たせいで2連で終わった関係ないです隣のババアでお前関係ないですよ
こんばんは、そろそろ寝ますね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。和光今来ました、こんばんは。こんばんは。今日はかまと店のギアスで 1.5 万発出しましたと。ありがとうございます。閉店ギリギリだったということでね、おめでとうございます。取り切った。はい、このクルーンは沼と同じ仕様か。沼とは違う。沼とは違うね、はい、ガチですね。2画面いらない、当たってるところが見たい見たい。どうなのみんな、なんでだとラウンド中にモード選択できるの。どうなの、できるのマティ。多分 できたと思います、はい、なんか大公開モード、はい、ボタンコンボ続けると実写 PV が見れる可能性あるよ。と、どうして隣にババアが来ると格変終わるんや。てん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 て。まあ隣に人が来ると終わるっていうのはね、結構あるよね、うん。通常も映していいよ、はい。このクルーンって本当にガチなんですか店長。ガチです。ガチ、はい、はい。実は内部で決まってるんじゃないんですか。ガチです。ガチ、はい、はい。ガチだそうです、はい。ツタヤで AV 借りてて遅くなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。爆練見れるかなと。マティ予定を何連で行こうか。辛いですもんね。え、 5連ぐらいしたら。5連5連ぐらい。でもこれエンディングとかあるんですかね。ありそうじゃない。でもこういうやつは。じゃあもう今日5連ということでね、はい。5連しなかったら金冠地獄ですか。はい、はい。隣のババアの20連と俺らの単発で収束だよと。あ、2人合わせてね、ちょうどいいくらいのね連チャン率になるってことね、はい。正直バカボンよりはガチ、うん。ボタン押すとタイミングを押しとくとアイテムもらえるよと。だそうですよ。クルーンに2個弾入ることありますか。いやないんじゃないですかね。ない、はい。10連してねマティ。10連、はい、はい、目指しましょう。あと声張って、はい、はい。これ基本赤保留待ちですよね。10連以上したらオリジナルエビ見れるらしいですね。おい、さっきのマティも赤保留でしたからね、はい、ね。さっき赤保留でしたねマティ。当たったよ ね、はい。ライト緑だけど青で当たったよと、ST はスルーしたけどと。まあこれね110回転のうちにその98分の1くらいを当てなきゃいけないっていうのね、結構大変ですよ、はい。さあマティ、はい、ここから来ましたよ。10回転、10回転に戻ったとこ。100回転ですね、はい。さあ画面向かって左側が今 ST 中ですね。ちょっと曲がってるかな。ちょっと待ってね。こんな感じかな。はい。意外と保留待ちではない台だよと。あ、いきなり当たることも結構ある。今来ました。こんばんは。こんばんは。あ、もう当たってんの？当たってますね。今日早かったですよ。7回転くらい。早い。ST 継続率は 67.5%。あ、まあ微妙なとこ。厳しいな。初打ち6回転で当たって6連したけどクルーンへの入賞がきつくて即やめしましたけど面白い台ではあると。あ、台的には結構面白いねこの台は。人気はどうですか店長。大人気です。大人気、はい。あ、じゃあ朝から結構打ってる方も多いと、はい、はいはい。ST 継続率もっと高かったらよかったなと。保留待ちよりは、ドクロ真ん中行き待ちかなと。でもドクロ真ん中行くけど当たんないよね結構ねこれ、うん。継続率低くね。そうだね。三強の ST 中の赤保留ってガンダムとか海猿のイメージでほんまに熱いと思って打ってたら思い切りだけでやるかと、うん。何赤保留じゃないですか。赤保留マティ。濃くないですか。濃くない。ああ、この次のやつ、この次の保留、はい、これ、はい、これ。さあチャンスかな。はい、赤だ。おお、来るかマティ。ラムクリスルー何その、何そのささやき。さあリーチは、リーチは、はい、リーチは来ました。リーチ弱い。あとあと、まあ継続率は飾りだからと、うん。くっそ弱いリーチで薬物出るのはやめてほしいね。これはちょっとわかるね。これライトそれとも緑。緑です。297.8分の1ですね、はい。この台打つ理由ってももクロ聞きたいだけじゃないのと。まあ、それはあるじゃないですか、ね。そういう人も多いですよね。右の役者ってパターンによって強弱あるのかと。あるんですか。
右の役物が動く強弱は右の役物、うん、なんか出てきて、そうそう、なんかあるよね、でも何個か、ST 中の堀はどこに出てますかと、画面の右下、ここ、はい、こんばんは、こんばんは、最近近所のパッチ屋で海猿が入りました。お、いい店ですね、その店は。さあ、マティはダメ、負けちゃいました。赤堀はでも外しますね、全然外れる、こい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 。あ、オギーはリーチかかってますけど、まあどうせ外れるんで映さなくていいです。ちょっとまだまだ。はい、ST 中は今日予告2つ以上待ち、うん、ST 中ハマりが出てこないと話、あ、マリがマリカが出てこないと話にならないと。右のは赤色あるよ。 ST 中は何が熱いのか全く分かんない。それはね、マティが今見せてくれるからね。復活大当たりしてます。え、復活大当たりしてます。マティさ、そういうの言ってくれないと伝わらないからね。マティ当たってんだ。マティ当たってます。復活、はい、復活大当たりしました。ちょっと上をね、上ちょっと、はい、います。クルーンをね、入らない。これなかなか入んないってね、こう視聴者から前放送した時よく言われましたね。お、いた。あ、これはおー、16すげえな。今16何個だった？4つです。4つ全部 16？ はい、あ、復活は16なのかな。そういうわけじゃないかな。はい、ね、ドキドキしないガチタイム。そうですね、全然ドキドキしなかったね今ね。赤文字は結構熱いと思うよと、だそうですよ。マティ金文字でしたね、さっき金文字、はい、言ってって、だから言ってって、なんかリアクションして。はい、はい、7点は全部ビッグか。そうですね、復活は7でしょうと。あ、じゃあ復活したらもう16なんだ。あ、そうなんですね。ちょっと 7じゃガチクルーン楽しめないでしょ。しっかりしてよマティ。はいはい、777引きすぎだろう、うん。この台はスネ夫ととんがり待ちなんですか。オギー、オギー、はい、オギー台楽しんでないで、ちょっとね会話に参加して。スネ夫と、とんがり、とんがりが待ちですかと。この台はとんがりは永久追放なんで。はい、はい、へそで 10% 電柱で 15% とかだったよと。結構薄いとこ引いてんねマティ。おー、すげーな。うん、さすがやっぱ薄いと、薄いとこね、薄いところ引きすぎ。7揃いって 10% じゃないの。3強の復活は一番いい当たりがきます。あー、なるほど。読んだな、ごめん、激アツじゃなきゃな。今日もあの生意気なやつはいないんですか。生意気なやつは粛清しましたので、いません。生意気なやつはあの日以来結構敬語が使えるようになったんですよ。あの日以来、はい、あの放送以来敬語が使えるようになった、はい、あったんです。いや、ニコ生出てよかったですね、はい、本当に。はい、電サポのクルーン振り分け、ビッグのみ 5%、 ビッグ3つ、レギュラー1が 10%、 ビッグとレギュラー半々が 75% と。あー、結構きついね振り分け。確かに ST 中復活しないと思ってたら復活は7ぞれなのか。復活というか反撃は7にならないね。あー、薄い男マティですね、わらわ。スネ夫ととんがりはバイトリーダーに降格になったんだな。よし、降格だ。和骨です。ここには男だけか。そうなんですよ。いや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 、後でのお楽しみでございます。何、後で、何、ワンチャンある、後で何かありますよ。ワンチャンある、ワンチャンある、はい、マジで。あります、あります。女性の方出てくれるかもしれない、はい、ということなんでね、ご期待ください。さあ、マティは2000発オーバー、はい、調教がうまくいってよかった。そうだね、はい、これもアニメ人気あるの全然知らないやってことなんですけど、原作知ってる方いらっしゃいますか。わかりません。夜中やってましたよね。夜中やってた。マティは見てた。いや、見てない。え、なんかこれ、あ、超高速跳躍モードとか選べますよね。うん、選んで選んで、大公開。え、何何、跳躍モードいきます。うん、ミニスカ、パイレーツなら知っている。劇場公開もするんだぞと。割と好きなアニメですよ。面白いんだこれ。なんだろう、 SIR のパチあったぜ。 SIR のパチ、 SIR、 あの SIR です。わかんない。アニメは面白いよと。今公式無料公開中のはず。マジで、じゃあ見よう。今日圧力探しに行った、したのにいなかった。あ、マジですか。
じゃあ、店員に言っといてください。圧力いますか。そしたらすぐ飛んでいきます。ももクロ来るの。ももクロは来ないけど曲は歌ってますよ。女性のゲストって掃除のおばちゃんだろ。違う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 違いますよ。期待していいのか。うん、知ってます。ももクロ来るの、これ言うんだね。ももクロ来るんですね、待ってます。いやいやいや、ここにももクロ来たら大変なことになるよ本当に。小説のやつじゃん、本当の原作ミニスカ。ブラックホーリー頼まい、わかんねえな。モーパイ映画あったよと。原作小説ならミニスカパイレーツ、アニメで猛烈パイレーツって名前に変えましたけどねと。詳しい、知ってるなみんな。ミニスカってワードが使えなくて猛烈になったとかじゃない。なるほどね。ミニスカパイレーツは原作じゃない。アニメは恋愛と萌えメインじゃなくて SF 部分がしっかり書かれていると。和骨こんばんは。こんばんは。あっちゃんも今日もイケボ輝いてる、ありがとうございます。アーリンが来るの。アーリン来ない。今モーパイの DVD 見ながらこっち見てます、ありがとうございます。関西が争点だったから監督来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。今日は猛烈パイレーツ言ってますんでね、ぜひ見ていてください。俺らの年代は猛烈って言ったらアタローだろうと。店長、そうですね、猛烈アタローです、はいはい。なんでやアニメでも部長と副部長の恋愛ゆり萌えあったやないかと。ゆり系なんだこれ。モーパイのパチ打って改めていいアニメだなと思った。あ、そう。大体なんかアニメがパチンコになると批判されるっていうか、もっとこんなんじゃないみたいなね、これ言われることの方が多いですけどね。最近蒲田店全然回らないんですけどどうしたんですか。そんなことはないと思うんですけども。そんなことはないと思うんですけどね。しっかりメンテナンスしておきますんでね、申し訳ないです。激アツキラー、ミドルに先発もいらないから継続率上げてほしかったよなと。確かにそうですね。激アツヤンケー、どうマーティ、はい、さっき次回予告やってました。はい、だから言ってマーティ。言って熱い時こう俺喋っててもいいから。はい、はい、マーティって誰だと。マーティは、蒲田店の店員さんですよ。はい、引け、行きます。はい、大当たり。海背景もそこそこ熱い。よっときじか、おー、これだとガチクルーンが楽しみ、ね、あ、あるね、クルーンの準備だねこれは。ちょっと待ってね。アニメ無料公開月曜の昼12時まで、早いよ。さあガチクルーンをちょっと皆さんに見せますんで、はい、ちょっとねお待ちください。もうちょい上から狙いたいな。これぐらい上から行けばこううまいこといくかな。ちょっとね今クルーンをアップにしてますんで。お、ギジ3回赤盛りです。お、店長ちょっと厚め。はいはい、マティ入ったら教えてね。はい、入ったら教えてね。はい、入った。あ、その穴に玉が入ったら教えて。あ、はい、はい、はい、左半分がレギュラー、右がビッグ2個、右側に行けば、はい、行きます。はい、さあどうだろう。入りました。入った入った。さあどっち。レギュラー見えたかな。レギュラーですね。レギュラーということで、はい、マティはレギュラーボナス、ガチですね。はい、ももクロマティ。あ、店長熱いよ。はい、頑張ります、はい、頑張ります。当たりません、当たりません。頑張ります頑張ります。はい。言うて店長も熱いやんけ。こんなに疑似年あったのか。あります。はい、熱そうですね店長。でも演出がすごいあるんですよね。はい、この50パーが引けなかった時の、寂しさ、すごい虚しさか。緑だと8ラウンドまであるから緑で持ってるなる、うん、緑で持ってなるか。圧力さん結婚しようよ、自分男だけど。いやちょっと男はね微妙でしょ、結婚できないでしょ。店長外しました。店長プシューン。これを緑でも先発は出るんだよなと、うん、あ、じゃあ復活ないかな。あー、マジ
ということでね、マティは順調に今3連目ですか。もう3連目。はい、マティは3連目、はい、オギー起きてる。オギーはーいいますよ。オギーちゃんと参加して。はーい、ね、はい、なんか赤保留とか見たいな。え、保留変わった。緑とか青ばっかだな。緑ぐらいね。はい、え、猛烈来たら期待できると。あ、猛烈が出ればいい。オギーいたのかと。いましたー。はい、いました、実は。はい、あ、カツがぐだ、グズグズだから、カツ来ました。ありがとうございます。マティよりあやのさんかランカちゃん出してください。あやのさん。ヨット楽しい、ガチクルンワクワク、ビビさん OK、アイちゃん、優遇されてるなと。ネクスト初、メンテナンスって首曲げてるの首っていじっちゃダメなんですよ。圧力ダザムはいつ出るの楽しみにして。だからダザムは水曜日ね。皆さん顔見せて覚えるからと。あ、顔は見たい。顔です。顔見たいですか。あ、じゃあね、じゃあオギーからいきましょう。はい、これがオギーです。はい、これオギーでーす。はい、じゃあマーティーこっち見て、はい、あれマティどこ行っちゃった。はい、これマティでーす。はい、じゃあ店長、はい、店長こっち見てください。はい、ビッグゴロ店長でーす。はーい、あ、やばいやばいやばい、マティがもう始まってた。始まりましょう。もう始まってた、やばいやばいやばい。はい、ハゲ取るやんと。誰が油切っとる、店長だけ癖ありすぎるなと。あ、インパクトね。マティ、そうなんだ。じゃあミドル打ってみると。あ、ぜひ打ってください。そんな時はね、気候なかまど店にぜひご来ていただければと思います。はい、店長って誰かに似てると思ったらさ、伊藤聖子に似てるよなと。あの大倉浩二に似てるということ。ああ、それも似てる、わ、はい、かる、それも、うん、伊藤聖子。はい、伊藤聖子ってなんかあのコメンテーターというかメガネかけてる人いるじゃないですか。どんな人ですか。あとで見せます。あとで。はい、猛烈役者のオギーパズドラやってんじゃねえよ。パズドラやってないよ。今のじゃ当たんないのか、さっきの店長ね。猛烈役者のこれは10連まで行くしかないの。メンテナンスは自然に曲がってきた釘を調整するっていう手でしょ。はい、この台だ。スロット演出結構熱くないと。スロット演出、あ、そのうち出そうですよね。ねえ、平塚でこの台放送したんですけど、その時もスロット演出で一角とか言って出てましたね。熱そうですね、あれは。はい、魚群熱い。もしかしてミドルって4ラウンドがなくて全部8ラウンドなんですか、とラウンド振り分け。初当たりだけ4と8がありました、ね。はい、あ、4はある、はい、初当たりはあると、はい、右打ち地はない。そうです。はい、連中中は、はい、マリカギター赤までいって行ったことないんだけど。なるほど、ヘッドだけ4ある。ありがとうございます。マティアツソ、どこぞの雑誌に呼ばよれば エピソード 65% あるよ、だそうで。お前ら何歳なのですと。オギーは31です。マティは20、今年で6です。26。店長は36です。私は34です。はい、はい、来週の金曜ロードショーはもののけ姫だよと。ありがとうございます。録画します。店長その辺のアニメオタクっぽいよねと。店長アニメ好きなんですか。いや、オタクじゃないです。全然わかんないです。あまりアニメ見ない感じ。あ、ドラえもんとか、なんかいい感じに発展します、はい、なんかいい感じ、はい、マティ、はいはい、フルーツ柄やんけ、フルーツ柄。あ、店長フルーツから出てたって。あ、さっきのフルーツからっすか、やっぱり。気づいてない。そうですよね。なんか、どっちも熱い。マティも外れたんですよね。はい。でも外れた。あ、あー、マティは当たった。これ、キュインって言った。キュインって言いました、ね。はーい、マティは大当たり。フルーツ、フルーツ、フルーツって、みんなフルーツって気づいてるのに、店長気づいてないの。でも外れました、普通に。はい。外れてる、やったで、猛烈役もなかったからと。暑いよ、ちゃんと店長言えよと。はい、なんか暑そうだな、お母さん。先駆け、クロマティ高校のパチスロ出ますか。いや、聞いたことないな。懐かしい、クロマティ高校。そこを日本の高等ジバールに負けます。いつのだ。キャラが 3D だけど、結構可愛いなと。MC の顔はと。あ、私の顔ですか。あ、私の顔はちょっと今出せないですね。できればラウンド中のアニメあらすじ見せていただければと思います。はい、あらすじ、はい、はい、お当たり。じゃあまたクルーンのアップにしましょうかね。
せっかくなんでね。はい、上2つが今度はビッグ、はい、はい、下2つがレギュラーです。あ、2分の1、2分の1。さあ上に行けば入りました。入った。さあどこだ。ああ、はい、8ラウンド。なかなかいかないね。ガチですね、ガチ。引き弱いなと。あるある。マティ見せるな、引き弱い。弱いよマティ。はい、あ、上に持ち上げた。あ、台をね、はい、これ左手前が多いんだよなと。まあ、台によって違うんじゃないですか。その辺のね、履歴も確か見れるはずなんですよ、台の。どこに入ってるかっていう履歴もなんかボタンポチポチやれば出るはずです。今来たおこつ、こんばんは。こんばんは。また左手前、子猫に今いじめられてます。店長は、はい、青い優の元彼鈴木なんちゃらに似てる。青い優の元彼鈴木なんちゃら、わかんないな。わかんないです。左のこの演出大好き。アマディのやつね、はい、さっきの、白兵戦、白兵戦、白兵戦とか、左フルーツフルコースで弾いてるなと。これ、あ、これ読んだ。クルーンが右回りだから左手前が多いんだよと。あ、なるほど。キャンドル純、キャンドル純は広瀬良子。広瀬良子すげえ、すげえ。キャンドル純なんでオギーそこだけめちゃめちゃ食いついてんの。なんでキャンドル純に食いついた今。オギー久々聞きましたそれ。うん、やっと喋ったかと思ったらキャンドル順で笑っただけだからね、オギー。はい、やっぱりクルーンって個体差あるんですかねと。どうですか。あ、なんでも汚れとかで変わっていくんですよね。ああ、それはあるかもしれないですね、うん、でもこれ掃除できないですよね。あ、レギュでも先発出るからよくない。確かにね。あ、やっぱあ、ガチクルーンなのに左手前ばっかりじゃガチじゃないんじゃないのと。まあでもそれ以外も行くからね。でも厳密に計算すれば多分個体差は絶対出てくると思う。出てきますね。うん、ももクロの曲空耳で笑っちゃうんだけど、個体差あってもビッグ位置変わらないからねと。うん、はい、寝かせとかもあるのかな、関係してくるのかな。関係すると思います。あ、ちょっとは、ちょっとはね、うん、ガッチャンスの時は心の欲望を全て捨ててハンドルを、握らないと16ラウンド引けないよと。マーティー頑張って。邪神ばっかり。はい、もうちょい寄れか、もうちょい寄れか。はいはい、クルーン抽選の時にボタンを押したらどこに落ちてルカの履歴見れるでと。はい、クルーン抽選の時だってマティ。クルーン抽選、うん、圧力ロリコンありがとうございます。手前多い気がするけど奥ビッグの時は奥行ってくれる。おー、リーチがかかれば大チャンス。リーチがかかれば大チャンス。カイチならお店ごと傾ける。そうだね、ビル傾けて奥に置くようにしようぜ。水で傾けよくだ。カイチでしょ。ビッグ引いた時フィーバーの画面でボタン7回押せば曲解放だよ。マティ、はい、次当たったら頼むよ。で、大当たり中にビッグ引いた時に、はい、フィーバーの画面で、はい、ボタンを7回、そしたら裏コマンド、曲が解放される。お、はい、カイジネタワータ、明日打ちに行くので8ラウンドのとこテープ貼っておいてください。毎回場所変わるからね。、うん、16問、ね、入んなくなっちゃうよそれ。やる気あるのか。はい、ありますよ。リーチで確定ですと。あ、マティのさっきのやつはリーチで確定。あ、はい、レバー奥に傾けてるならしてないですよ。はい、じゃあ今日はたくさん見に来てる方は多いですよ。ありがとうございます。いつもよりありがとうございます。注目度高いのかな、どうですかね、うん、でも結構毎日ずっとお客様打たれてますね。マティ何言ってるか分かんないぞ、もっと声張って。この台毎日結構空き台の時が少ないですね。あ、毎日空き台の方が少ないと。はい、あ、やっぱ、あ、おー、キュイーンって言った。コングラッチュレーション、すげー、おめでとうございます、はい、マティ5連目だねこれで。あ、もう5連ですか。すげー、もういいでしょう。当たった。川田の自慢ゆるゆる、そんなことないよ。穴を3つぐらい塞いでおいてね。1つ、はい、ちゃんとフィーバー、あ、16ラウンドだったらフィーバーの時に7回だよ。7回です、はい、すげえ、テンション低いくせにきついな。
これでもテンション高い、高いですよ、演出割と出る、うん、最近の3強の台の中では、かなり面白い方だなと、うん、おめでとう、はい、ありがとうございます。フィーバーの時に下の引くハンドルを7回押し上げたらあらすじ前回分じゃなかったっけと、はい来ました、簡単だねこの台マーティー、簡単ですね、おい簡単じゃないです全然難しいよ、ST110 回転で勝てますかってことなんですけどね、まあ連チャンしにくいかもしれん、 67.5% ってさっき書いてあったからね、最近の台ってこれの前が海猿やしお察しやなと、うん、なんでやさっきも学園長面白いやろ、ガチガチ7回中6回が左下だったけど傾きかなと、あーなんかあるかもよ、さあガチタイム来ました、これねほら入るところをちょっとボタンとかボタン押して、ボタン押してほら、ああビッグ3つある、ビッグ3つあるよ、はい、75%、さあどこに入る、あ本当だ出た出た出た、えでも均等ですよ、あここの上にねなんか出るんだよ、どこに何回入ってるかが、一番多いのが右上ですね、一番多いのが右上、おっビッグいたー、気持ちいい気持ちいいねこの人、はーいおめでとうございます、あこれでフィーバーの時に7回だっけ、やってやって大丈夫、お猛烈出た、あオギーが猛烈出た、あ楽曲解放されてますかマティ、あ曲変えれそうですね、はい、曲お店にカイジいるない、いないですよ、オギーは猛烈が出たわ、じゃあちょっとオギーの台、あまあまあダメだね、じゃあまあダメ、はいお疲れ様です、はい、お店にカイジいるな、また左下どこに入ったマティ、右、えどこでしたっけ、左下、左下、また左下でしたね、全然でした、ボタン押すの遅かったよマティ、すいません、はい、今事務所に開示いるよ、いないですよはい、多くね 25% って書いてあっただろ、戦う相手は固定ってか、1回ずつ変わっていく、来週ライトミドルの台で2万円、え先週ライトミドルの台で2万円のヒット、まあそれは厳しいな、さっきはゴミ、で8ラウンドですね、わかりました、この台のあたりにパワーを吸い取られすぎて喋れないんだよきっととマティはね、モーパインはケイトクリスさえ目をつぶれば今年の両台ベスト5くらいには入ると思う、どう思いますか、そんななんですね、どう思いますか店長、人気的には一番いい、うん、あ人気的には一番いい、はい、おだ好きな人が多いんじゃないですかね、なるほど、マティ集中して、はい、赤保留来ました、あ店長赤保留、はい、赤保留来た、次で赤です、次は赤、はい、はい、さあ画面向かって右側ビッグゴロ店長チャンス来ました、ボタン連打が遅いから当たらないのよ、もっと連打早く甘デジ楽しみだ赤、ビールの缶があったなと、小松美香子の、出現条件を教えてと、小松美香子って出るの、猛烈ありのサイレントウィスパー残念、お赤赤、さあどうですか、そろそろいいんじゃないですか店長、はい、はい、いただきますよ、実写 PV2 回見たマジか、お星 3.5 個赤、これはチャンスじゃないですか、はい、はい、さあおお猛烈役物も来た、はい、猛烈役物があれば来ましたよ、さあ熱っ、あと赤カットインが来れば文句なし猛烈、はい、ガシタイムが見せどころやのになんで継続位置じゃなくて黙りに寄せたんだろうね、開発のセンス疑うわ、なるほど 80% くらい当たりだ、ボタン次第、あーカットインは青、あやばそう、さあどうだ、あ マジで、マジ復活もなし、あー残念、青じゃなと、まあそうだね、
ビッグ G 何しとんねん店長これは青担いなんですよねとマジかよと青じゃなマジかあ、まあ、店長だもんうわーはーいマティはリーチいやなんか GX エピソードみたいな、はい、最初の10回転あなるほどはいはい、マティ今月のシャンプー代はいくらしたのあ今月7200円7200円え何シャンプー代って意味が分かんないんだけどスカルプ D ですよ多分ああスカルプ D ね、はい、なるほどね今、10代目まで行ってます、ねうん小松の出現はボタンコンボ続けるとランダムで出る、10回で出る人もいたし120回でも出ないこともあるとなるほどね、気合足りんよ気合が、赤が空気なんですがてん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 やばいでマティア当たってるからね。ああ一応2分の1ですか ?50% ですか、オギーは映ってないけど、レモンドロップに行ったのあれあれあれそうですかえレモンドロップって。早いな、情報が。情報が早い。情報量が早いですね。何ですか、レモンドロップって。何屋さんですか そういうお店ですね。ケーキ屋さん天下一品の上にあるお店です。じゃあ今日行ってきますね、僕。熱々って出てます。あ、オギーが熱々って出てる。はい。じゃあちょっと、マティからオギーの画面に切り替えます。はい。はい、オギーは熱々と出てたと、画面向かって左下にね。はい。あ、かわいい、この子。この子かわいくない?いや、タイプじゃないです。あ、俺結構好きだな、この子。ダメだな。真剣に見ちゃダメだな。全回転?いや、ないでしょ。ミニキャラ熱々は熱い、うん、全回転バラって書いてあるよこれ全回転なの本当え全回転全回転だってよえ本当いやあるんですよ愛しほみや愛しほみやちゃんしほみやちゃんだよあ全回転 だおーおーすげーすげーオギーが全回転してるよ今マティじゃないごめんねちょっとテロップ、急いでカメラずらしたからオギーやったりましたやったりました前回転久しぶりに見た俺人の台でおおあれ前回転したら圧力金管地獄違うそんなルールはないよそんなルールはないよ本当にもう愛ちゃん前回転マジで地味だよななんでオギーかよくやったなとはいオギーも7で大当たりということでこれ16ラウンドでしょうねはいじゃあちょっとかあこれ一応オギーまあ映したかはいあ、ちょっとボタン7回とかやってね、オギー。はい。オールビッグかな?オールビッグですね。オールビッグですね。はい。オールビッグですね。いいもの見せてもらった。ちなみに声優さんは、かやのあいさんだ。おぉ。おぉ、全部ビッグね。はい。まあ、どこ入っても一緒だよね。あいじゃねえんだ。10% の7あたり2台で出た。そうだね。初当たり両方とも7だね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ガチタイムさ、映す必要ないかな、全部ビッグだから。これさすがに閉店中雨設定になってるよね。なってないですよ。薄いところよく引くな。引いてますね。なんだ大きいか。全16だと、ま、たまにコインにムムちゃん書いてあるよと。へえ、マティはリーチ入ってます。あ、マティリーチ入ってる。はい、はい、じゃあマティアリーチ中でーす。基盤入れ替えんなかすか。入れ替える暇なんかないから、本当に。閉店後すぐじゃん。レモンドロップわらわらわら。レモンドロップ知ってる方が。これ見ると自分で打つの逆に怖い。そうですか。ああ、マティのリーチは外れ。外れです。はい。これ、7揃いの時ガチタイム、はガチタイムいる?いらないよね。無駄玉打たない。復活です。あー、マティ復活おめでとうございます。すごい、これで7連目。あ、6連目。7連目。はい、おめでとうございます。まあ、これも全部ビッグだね。はいはい。セカハナですか。本当おかしいぞこの店。おかしくないよ。マティやるじゃん。引きやべえ。右の人ボタン押すタイミング考えてないだろう。右の人は店長。え、ボタン押すタイミング押すタイミング何だ。はい、通報したいです。やめてください。67%ってこんなに連チャンするんですねと。まあ、するときはしますよ。
復活は7確定なのってことなんですけどね。7しか出てないですね。はい、7しか出てないって、はい、7でしょうね多分。まさか遠隔おまわりさーんそんなことはないですよ。はい、復活しすぎんご、右を映さないでオギに変えてもいいんじゃないですかね、ここへ。あ、2つの各編見ますか。じゃあ PV チケットみたいなのありますよ。あ、じゃあそれ見ましょう、はい、それ、はい、あ、実写、はい。じゃあちょっとね、店長はね、まだ通常時ということなんで当てますよ、もうすぐ。はい、当ててくださいね。はい、はい、でこっちをマティにしてちょっと反射するかな。まあでもしょうがないか。で、こっちをオギーにしよう。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、よし。あ、実写実写、今から見ます。こんばんは。実写だ。こんばんは。今日部活で30キロ走って足が痛いっすって。走りすぎだよ30キロ。すごいな。リップ右なんか来た。店長なのにカメラ外されるとか笑。いやね、やっぱりこれね、大当たり、大当たりしないとダメですからね。やっぱり。はい。三日越し、三日越し何しとるんや。このみ、この三日越し。で、何者？さあ遠隔の時間じゃないですよ。ブラックホーリーを ST 中かけるのが熱くて最高なんですよね。なるほど。三日越はマリカの声の人だよと。主役の声の人ってことね。三日越。はい。ちょっと、ちょっとなんか角度が悪いな。ちょっと待ってくださいね。あ、万発できました。はい、こんな感じでどう。で、こんな感じかな。あ、すいません。はい、はい、お待たせしました。店長引き終わなのかと。そうなんですよ。でも最近良かったですよね。スロットはいいんですけど、パチンコは。あ、パチンコはダメ。はい、はい、分かった。店長以外はデモ機だな。続けば面白いよ。次の曲レモンドロップ選択してね。小松美香子さん、美香子氏の、主人公の声優さん、この台ズバリ面白いなと。面白い人多いですね。面白いですね。出たら面白い。これがマリカなのか。アニメ系が好きな人ならハマると思うよと、うん、店長さっきのクルーン演出も外したんか。あ、そう、あの、はい、スーパー外しました、はいはい。世界に一つだけの花だろ。俺あっちゃんと友達になりたいんですけどどうすればいいですか。あのツイッターとかで全然絡んでください。レモンドロップって何ですか。オギ教えて。はい、サクッとサクッと。多分川崎にある、うん、いや、蒲田です。蒲田。あ、蒲田ですか。うん、いやらしいお店だと思う。いやらしいお店。あー、大、はい、当たり。早っ。何回転。10回転。9回転。9回転で大当たり。マティ早いよ。早いです。はい、レモンドロップって美味しいですか。美味しいと思います。はい、保留ね。マティすげえ。 ST 中さ、ステップアップでマリカ出てくると熱いんと。どうですかマティ、熱い感じする。熱そうですね。はい、なんかお、何これ何これ。連打しろ。連打して、あー、ガチの抽選の、はい、ビッグの数を。あー、なるほどね。2つですね。何個。2つです。ビッグ2個。じゃあ普通と一緒だ。 50%。 はい、でこっち。じゃあね、マティの今度はクルーンを逆から。はい、はい。おー、ビッグ、ビッグ、左上行きましたね。はい、おめでとうございます。おめでとう。いや、強いな、マジで。どの曲がいいんですかね。何年目。ロストチャイルド。モーレツー。おー、
オギーも当たり、もうコングラチュレーション出ちゃったわけですよ。はい、来たーと、台傾けの時間が左、98分の1を10回転に引くって引くな、 ST 中はマリカ出てくればそれなりに期待できるよと。ももクロも声優で出てなかったっけと。出てるんですか、どうなんですか、誰も知らない感じ、歌しか出てないと思います。あ、はい、最初の10回転以内は嫁あたりだからビビる、10回転以内は全部凸あたりなんだよねと。確かにいきなり当たれます、ね、はい、左手前だな、引き強い、店長涙目ですやん、本当に今日はプライベートと変わらないです、プライベートと変わらない。はい、大きい大当たり、ガチタイム面白い、中毒性ありそうだなと、猛烈役もね、ろくないか、俺の実践と比較すると、悲しくなるから寝ます、寝ないで、ST 中の鉄の家は熱くないのかな、俺も漏れてるものがエロく見えてきた、もうこれ大当たり確率関係ないね、店長みんなのために通常担当なんだよと。なるほどね、そうだよ、アニメ作中、でモブでももクロ出てくる、アニメは映画もあったらしい、そうそう、さっき書いてあったね、復活か。オギー何連目、2連目です。2連目、はい、右側がビッグ、はい、じゃあちょっと下寄りましょう、右側確率低いですね今日の。はい、さあどっちに行く、何この簡単な台、簡単だね、オギー球入ったら教えてね、はい、はい、入りました、はい、おー、こい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 、あーあー、8ラウンド、まあオギーはね、まあこんなもんでしょ、まあこんなもんだよね、うん、知ってたよ、知ってた、みんな知ってたよ、多分視聴者みんな知ってたよ、はーい、はい、もうちょい引くかな、よし、こんなもんでいいかな、はい、お店床が老朽化しとる、そうなんですか、床が老朽化、あ、老朽化、そんなことないじゃん、そんなことないですね、はい、この振り分けシステム面白いねと、面白いですねこれ、この店傾いてる、傾いてないって、ガチ戦面白い、腹減ってきたんだけどラーメン食いに行きますか、これヤマト好きなおっさん じいさんも気に入りそうだよね、あ、ヤマトっぽいですね、うん、海賊の帽子かぶってる女の子がマリカだよと、あ、主人公です、はい、通常演出見たい人だっているだろうし、通常演出見せれる、見せれる大事だよと、ああ確かにね、マリカイコールピンク色のパイレーツ娘、俺も言いました、皆さんどの子が好きなの、自分は千秋ですけどってことなんですけど、2番の図柄の子がですね、2番の図柄、はい、誰だか分かんないよ、2番って言われても、2番の図柄の子が可愛い、うん、はい、こんな連チャンしないよ、天井に開示 70% って、はい、天井に開示が張ってる可能性がある70% マティ、はい、はい、画面向かって右側、ライターは引きが違うということか、このか、店傾いてるのガチ抽選じゃないじゃん、傾いてないから、ガチ抽選いろんなメーカーでやればゲーム性が広がるねと、確かに、左下の穴以外の穴から風が出てるんじゃないですか、カイジの世界だから全部、僕は花澤さん、尾身川千秋演じてるマミだろと、マティの台どうなってんだよと、今7連してるんでこれ当たれば8連目ですね、ガチはマジでやばい、キコロクさんイタリア行くんですか、あ、私イタリアに行く予定になっておりますね、はい、イタリア支店に出張ですね、イカちゃん、はい、あ、もうそろそろね1時間経つんでちょっとね今日は新しい MC をね、はい、私、はい、連れてきてるんでちょっと MC をね交代しようかなと思うんですけど、はい、皆さんよろしいですか、はい、はい、じゃあねちょっと私 MC 変わりますんでね、はい、はい、あ、これ俺だ、負けちゃいましたね、あ、どうも皆さん、はじめまして、私、サキパワーチャンネルで MC しております、中ドイツと申します、
中さん、中ドイツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、今日、まあまあ、初めてというか、気候な蒲田線店さんの方に、はいはい、遊びに来させていただきました。ちょっと感じましたね。すいません、感じてました。申し訳ないです。ありまして、ということでね、今日はい、少しね、MC の方をね、やらせて。いただきたいと思いますね。はい、はい、なんだ男か、いやすいませんね全然期待されてないですかね、おい、おいギャルじゃねえ、ギャルじゃねえじゃねえかってことなんですかね。すいませんね、まあ、多分僕ではないですね。はい、ギャルではないです。申し訳ないですね。あの有名な中ドイツさんですか。知ってる人ですかね、僕のこと初登場 ですけどね。はい、こちらのチャンネルの方ね、ありがとうございますね。はい、噛みました、すいませんね。はい、来ましたか、暑いの。どうですかね、来ましたかね。はい、右当たったしってことですね。はい、マティさんの方ですかね。行きます。はい、お願いします。当たりました。はい、来たー、当たりましたね。行きまーす、はい、ああら、残念ながらですかね。やっぱ荻は当たらない。そうですね、こんなもんですよ。はい、ありがとうございますね。はい、なんて呼べばいいのってことなんですかね。はい、まあ、ドイツとね呼んでいただければ一番ねいいかなと思いますね。男でも面白いなら OK、横の先輩の仕事奪えば OK。 あ、そうですね、圧力さんね、もう大先輩ですけどね。僕イタリア支店に転勤なんですね。イタリア支店、ちなみに僕はオーストラリアだね、行くことになってるのでね。はいね、買いました。そうですね、すいません、買いましたね、一発目で。はい、打ち合いで、ロゴ落ちるのかっていうことなんですが、打ち合いでロゴ落ちるんですかね、これっていうのは。どうでしょうか。分かんないです。分かんないですかね。分かんないです。はい、すいません、はい、失礼しましたね。はい、ドイツっていうぐらいだから、フランクフルトは大きいんですか。そうですね。マティ喜んでんじゃないよ本当にあーじゃないよマティ、はい、ということでね、ご想像にお任せしますね、うん、はい、ドイツさんいつものギャグお願いします。ちょっとね、映像がないんでね、ちょっと、はい、またの機会ということにさせてくださいね。すいません、失礼、買いました。そうですね、チャンスアップですね。左下か、フォークビッツです、うん、正解ですね。あまり自信はないですね。はい、皆さんの方が、ね、大きいんじゃないですかね。ボタンを、これ十字に合わせて押してるのはマティだけだなってことなんです。これ十字のプラスですかね。これタイミングが出てくるんですよ。はい、真面目かすいませんね。はい、ちょっとね、いささかね、じゃ緊張してるのでね、はい、よろしくお願いしますね。と言いましてもね、僕は実際お店に来るのは今回が初めてじゃないんですよね。あ、結構前にモンスターハンターの配信をした時に、まあ、一応その時もアシスタントだったんですけれども、それでちょっとね、はい、来させていただきました。はい、はい、こんばんは。近くのホールに来れないんです。なんとかしてくださいってことなんですが、はい、なんとかできますかね、店長。もうとりあえずその、はい、この店に行って、はい、コロダー入れてくれよと、はい、言った方がいいですね直訴ですか、はい、なるほど、だそうです。なんで入ってねえんだと、はいなるほど、じゃあ、ね、他の台入れるんだったらこの台入れた方がいいよって言った方がいいです。もう結構ガチでもう言った方がいいですね、はい、詰め寄った方が、はい、だそうですね。はい、このガチタイム5回ぐらいで飽きたけど、何回しても飽きてないと TOKIO のアナログ抽選はすごいと思うってね。はい、水平器必須だな、いや、いらないですよ。マティ16ラウンドですかってことなんですが、8ラウンドでした。8ラウンドでした、すみませんね。はい、次ちょっとやってよ、ことはい、どんどんじゃ不正監視みたいなの書いてますね。ね、はい、声ちっちゃいよ、あ、すみません、ドイツさん、パン買ってきてくださいってなんですよね。いや、パシリじゃないですからね、MC やってます、すみませんね、忙しいんでね。ボタンを押すときにタイミングあって連続させると、アイテムたまるよーってことなんですね。はい、なんかさっき、レアアイテムみたいな。はい、ゲットしません。あ、本当ですか、やまつ、はい、何か期待してしまうボタンタイミングっていうので、ね、なんか来るかなっていう感じがね、やっぱあるんですかね、うちに行くと。はい、はい、股間がギャラクティカマグナムそんな大層なもんじゃな ないですけどね、単純みたいなやつですね、僕のはね。はい、ドイツさんの、簡単にプロフィールを教えてってことなんですが、はい、まあ、あっちゃんと同じ会社のですね、酒パワーという会社でチャンネルで MC をしてる
はい、まあ、元芸人崩れの、はい、あの、はい、あの中ドイツと言います、よろしくお願いしますね。そういう押し方できるのってことなんですが、これなんですか、押し方に特徴とかあるんですかね、こうやった方がいいよとか、なんかチャンスボタンですか、はい、どうなんどうなん、特にないですかね、普通に気合ですかね、気合ですかね、はい、あ、すいません、ごめんなさい、ありがとうございますね、はい、はい、客付き石、リクエストすれば考えてもらえる可能性が、高いと思うよと、あ、やっぱ結構人気台なんですかね、近くになくても、玉木湖にあるから問題ないの、いや、そうですね、そうですね、ぜひね、はい、はい、来ていただければね、もうね、全何台導入されてるんですかね、これ5台です、全5台ということでね、皆さんね、もう取り合いですね、これは、はい、はい、ね、はい、ドイツさん噴水コーラ、玉彦でやってとかなんですね、いやちょっとね、なかなかね、あのホルさん、あの汚すだけにはいかないんでね、はい、もしあのお許しが出たらね、あの噴水コーラしたいと思うんでね、はい、お70、はい、あのマティに比べたら声大きいよ、いやいや、覚えていいの、ドイツさんに MC 任せて圧力は一服しながら、パズドラやってるのか、そうですね、はい、サボってますね、左のやつがピストンしよる、左のやつ役物ですかね、こうやって、あ、猛烈、あ、バーってあれです、猛烈なですね、はい、ありがとうございます、ね、右もピストンで、ね、猛烈の役物の動きやばすぎだろうとね、すごい鋭い感じガッと、ね、入ってきましたよね、はい、化け物語全部モーパイに入れ替えていい、大事ですね、セクハラ役物芸人目指してたが失敗してエンデックに拾われたのか、あ、もうズバリその通りですね、圧力は、レモンドロップ行ったのいるよいるけどこの後行くよレモンドロップ、俺は中抜けです、中抜けで行くよ、ね、レモンドロップに、ね、みんなほらググった方がいいよレモンドロップどんな店か、ね、はい、土日勝ちたいんで、釘締めないでくださいってことです、ね、あー、はい、起き外れた、なかなか ね、余裕だよ、はい、俺の地域すでに通路だよこれ、化け物もだけど、なんか場所によって差とかあるんですかね、しかし店長の通常なのはいいとして、見せれる場面もないのかーっていう安定してきたら言ってくださいよ店長も、プライベートと変わんないですよこれもちょっと店長寂しいよっていう感じですね、なんかラブクリアとかしていいですか一回ほら、はい、猛烈がすでに、通路は法律に問題あるだろうってね、割とねなんか聞いたらね人気台らしいですからね、はい、オギーチャンス、オギーさんこれチャンスですか、はい、ね、はい、この放送の最後にドイツの姿を見た人はいない、いやいやいや今日出たばっかりですからね、なんかすごい失敗しない限りでも大事だと思うんですけどね、あっかってことね、あっか、中抜けで行って、中抜けで行って、レモンドロップのプレイ中に中折れですか中折れかよ、ね、中多いですね、なんか予告っぽいの入りました、ね、あ、マティチャンス、マティチャンス、オギーも熱そう、はい、何ですかね、店長生きてるかーって言いましたね、はい、ちょっとね、あの生命信号がちょっと若干ね、あ、なんかマティの旗が近かった、ね、右熱いなーってね、マティさんだいぶ熱いですよ、あ、どっちも熱々、これ熱いですか、うん、先制攻撃ですよ、オギーさんの方も両方熱いということですかね、おー、10連かーってことなんですよね、もうちょっと10連いきますかね、8連です、はい、次当たれば9連ね、9連です、はい、レモンドロップのおすすめは誰よってことなんですよね、オギー、オギーさんなんかいますかね、この子いいよみたいな、オギー原さん、つばきちゃんって言ってましたね、つばきちゃん、なるほど、じゃあ皆さんもぜひね、あの行った際にはチェックしてみてくださいね、あ、こういう趣味なんだとね、あの、わかりますからね、はい、はい、引けーとね、ST 中攻撃が先制だと熱い、行きまーす、はい、引けーってことで、はい、はい、すげーなー、あー、当たりー、大当たりー、いやー、いいなー、タナちゃん、タナちゃんっていうのもいるんですかね、まあ、ちょっと僕わかんないですけどね、すいません、これちょっと右画面でアップにしないストーリー、すごい時すごいと切れてるよーって言われたね、右ですかね、こっちか、こっちの方ですかね、うん、勝ちたいまだ打ちます、うん、はい、このぐらいですかね、はい、
ね、順調だな、当たりっぱなしやから、そうですね、オギーとアナ兄弟になれるのってことなんですね。はい、まあ可能性はゼロではないですね。はい、順調だなとね。クルーン、クルーン、はい、クルーン、はい、はい、入りました、入りましたかね、あ、すいません。おー、16。すごい出し方してますよね。マティ何連してんの、これで9連目ですね。これで9連目です、すいませんね、ちょっとね、はい、これが噂のオーパイか、違うでしょ、もうオーパイでしょ、俺たちはバディだ、違うから大が海猿ですそれ、左は抜け、駆け抜けそうだなと、オギーの台は終わりました、2回っすね、3発 ?2連、はい、はい、こんなもんじゃないですかね、まあまあ引けないときは引けないと、はい、まあ、これマティと足して割ればちょうどいいぐらいだからね、はい、うん、はい、レモンドロップで何するんですか、楽しいことですね。はい、俺たちはバディだ、はい、バディ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 、ある意味バディ、はい、行くのもったいないわ、あ、カメラ切れた、カメラ切れました、ちょっとすいません、いいよいいよ、はいはい、はい、もうちょい引かなきゃダメだな、なんかそろそろエンディング行けそうな感じですよ、はい、そうですね、はい、アニメ版グランドクロス戦が、パチ化するためだけにやっつけで作った感、あ、そんな感じありますかね、ホールだ と、オギーの台が普通で、マティは続きすぎて、ね、確かにそう、なかなかね、はい、ホールで出したい日だな、本当そうですよね、何するんですよ、そうですね、コロスケは椿ちゃんに夢中なのってことなんですコロスケコロスケなんですかね、はい、ね、会議ってね、さすがに通常落ちたし、店長映してあげたらってことなんですよね、はい、じゃあそっち会議始めてもらっていいですかね、ちょっと、はい、こっち待って、ね、調子悪いんでラムクリアします、ラムクリア、はい、はい、大事ですよ、ダメですよ、はい、これ絶対ダメですよ、これ、ね、モーパイ簡単だなーってね、はい、あと、オギーとバディになれるのはレモンドロップだけ。うまいこと言うね、うまいこと言いますね、あと神戸の方のお店です、コード、はい、神戸ですね、あ、はい、コード、はい、カメラごと、じゃあね、ちょっと今ねカメラ位置調節しますんでね、弾を抜いてください、はい、あ、すいません、タブクリア、隣のおばちゃんも続いてたなと、なるほどね、イタリア支店に、レモンドロップあるといいですね、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 あったらね、はい、タブクリア、ね、弾を抜くとはーだよね、今レモンドロップに電話したらイタリア支店出すって言って、早いな、すごい手広く、早いな動き、結構景気いいんですかね、できる男じゃ今後ね、いろんなところに支店ができるんじゃないですかね、多分ね、らしいですね、左アップにしてくれなーいってことだったんですね、左、はい、こっちですかね、この辺ですかね、はい、1画面で、1画面でですか、1画面マティだけ、マティだけ行きたい、マティオンリーとかね、マジか行くっつってね、五反田支店には行きましたかってことなんですよね、あるんですかだいぶ広くやってますね、イタリア支店で 何出すんでしょうね、なんでしょうね、隣の台、俺の台、隣の台、マティは次当たればエンディングいけるよという、あ、はい、あ、もうだいぶマジで、ね、もう絶対こういう時終わっちゃうんだよ ね、 そうですね、次いけばみたいな、ね、あと1ポットでね、あと1連したらオリジナルエピソード、なるほど、じゃあ普通になかなか見れないやつですからね、絶対見せてくれと、はい、はい、お願いしますね、イタリアに何しに行くのってことなんですよね、はい、世界遺産見に行く、世界遺産見に行きますね、
ていう仕事ですね、っていう仕事です。はい、これ見て打ちたくなってきた。いやー確かにそれはあるでしょうね。この連チャン具合でね、あれで、いいですね、携帯から見てます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、レモンドロップ、レモンドロップ多いな。レモンドロップに、80%マジ来てます。これはもらったよ、ね、長押し、長押し、いやいいですね。美味しいとこ来ますか。タッチダウン、10で並んで、はい、うわっ、ね、あっちだいぶ暑いみたいですよ。モロタでマティーと。あ、ほんますか。はい、あ、先生です。あ、店長まつい、どうなんですか。発展、あら、いいですね、今鳴ったのは、ね、僕ですか。マティー、はい、来たーって、ね、おー、はい、ね、明日休みだし朝から行くかと。お待ちしてます。いや、ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。この仲間たちによろしくお願いしますね。マティおめでとう確定とですね、平均3連ぐらいだから、夢は見すぎないようにね、打ちに行く人、いや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 ね、こんぐらい出る時もありますよ。出る時もある、はい、マティやるじゃんっていうね。そうですね、右画面行きましょう。こっちの画面ですかね。右画面どれ。1画面いきましょうか。猛烈ってこと。あ、店長もチャンスですよ、ね、これタルジャンよね、はい、店長、店長あっちの店長、あ、店長ついに来るのか、はい、っていうことで。いや、ラムクリコですからね。ここも見せ場ですからね。ラムクリコですからね、青いただいちゃってください、青ラムクリコですからね。あるでーとかね、ガチダイムいきます。はい、はい、現実は単発でしょうとね、はい、16ラウンド来ました。はい、読み間違い多くてすいませんね、気をつけますね。来週は椿ちゃん VS ランカちゃんでお願いします。では次ですね、はい、椿ちゃん来店の日ってやります、ね、ブラックホーリー、引き杖店長って、ね、待って、今何発出てんの。今1万6000発です。1万6000、1万8000か、これで1万8000です。すげえな、引き強すぎ笑ったね。お疲れ、青はちょっと無理かなってね、うん、椿ちゃんはよ。ニコ生ちょっと重いよねとかですかね。ちょっと重いですかね、今日重い、重いですかね。ちょっとあれだったね、更新ボタンとかね、あのちょっと押してみてくださいね。はい、青は無理、青は厳しいんじゃないかってね、ちょっとやりますけどね。はい、変な歌変な歌、これ歌ってんの桃色クローバー Z ですかね、うん、はい、ね、重い日なのってことなんですかね。ちょっとね、あの、まあ 日によってってわけじゃないですけどね、ちょっと若干重い日もあるんですよね。ももクロは全部変な歌だろうどうですか、あのお三方はあのももクロとか結構聞いたりします。ももクロ、はい、カラオケで歌います。あ、歌いますか、はい、いいですね。あ、もうあのみんなで盛り上がってみたいな、はい、あ、いいですね、ももクロ、はい、ですね、激アツってね、よ、予告弱めでも猛烈当たれば当たること多いけど青だときついかーっていう、うん、ね、明日休みなので大阪行きますので遠隔お願いしますね。ないですよ、こんなもんは。ね、労働さんが、あ、労働さんがいいですね。働こう働こうってね、僕も割と好きですね。はい、ステマ逆ステマねえ、さあということでね、だいぶでも今日見てる方ね、前回転も見れましたしね、だいぶ嬉しいんじゃないですかね。そうそう見れないですからね、やっぱね、あ、明日の抽選時間は何時ですかってことなんですが、店長さん。9時半です。9時半です、はい。はい、9時半からでは抽選するということでね、ぜひお待ちしておりますね。皆さんよろしくお願いしまーすね。青カットインさん、てん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 って。大丈夫ですかっていうね。皆さんと一緒ですよ、あの、当時は。リスナーの皆さんと同じ心境です。ですはい、店長はということでね、はい。ね、気持ちにさせます。はい、ね、はい、ももクロは野球好きな金持ちファンがいるし安泰だろうな。あ、そうなんですかね、そういうファンが多いんですかね、もうももクロって、皆さんはパチとスローどっちやるんですかってことなんですが、いや、すみません、店長さんから、はい、どっちかっていうと、はい、
6対4でスロットですね。6対4でスロットの方が多い、はいはい。マジーさんは、僕はパチンコもスロットも信頼出たら全部打ちます。はい、あ、信頼出たらどっちも打つ。はい、じゃあオギーさん、ほぼほぼスロットですね。ほぼほぼスロット、はい、ほら俺にも振って、俺にも振って、はい、僕は俺にも振れって言ってたの本当に、はい、そうですね、はい。アズロクさんはまあ、まあ55ぐらいじゃないですかね。僕マット10ぐらいですね。僕マット運動10でいいですよ。マット運動10、ド変態ですね。終始マット運動ですね。はい、バコツ、あれ圧力いないのってことだったかな。いや、圧力さんいますね。いますよ、はい、こんばんは、いらっしゃいませ。今日はちょっとね、あの私、まあ、新 MC と言いますかね、あのなんかドイツがちょっとね、今、はい、MC やらせてもらってますね。強欲天井すごい強欲強欲天井です。なかなか待ってくださいね、はい。東北8時半開店なんだかなーっていう。早いよね、8時半、8時半開店なんですか。早いですね。地図完成きたーってことなんですが、地図完成しました今。左じっくり見たいんだけどダメなーってこと。マティの台、マティ、あ、僕の台ですね。あのマティさんの台ですね。はい、じゃあちょっといい、アップルみたいですね、すいません、ね、はい、ちょっと、じゃあちょっとだけだぞ。これでちょっと待ってね。こんな感じ、なんかどこが、こんな感じでどうですか。いいですか。はい、いいですかね。大丈夫ですか。雨降ってきたし明日は寝てますと。あ、雨降ってんですかね。いやいや、明日の朝ね、晴れるかもしれないんでね、うん、はい、お願いしますね、はい。雨降ってきた、雨降ってきたです。あ、雨降ってきた。雨降ってきたらコメント多いですね、はい。はい、圧力は新人に任せて、新人の後輩に MC やらせて休憩中です。そうですね、そうです、はい。レモンドロップで、リハビリ中のスネオに生電話しようと。今タイムリーで行ってらっしゃるんですかね、わかりませんがね、石巻とか土日祝日7時開店もあるよ。6時半抽選とかきつすぎる。いや本当ですね、会社行くレベルじゃないですかね、はい。で、そして終わるマーティー、てんてんてん。ねえ、こういう時に、肝心な時に弾けないですね。ありがとうございますね。2画面で見た方が面白い、そうですかね。あざーす。バトルは千秋ちゃん見れるかなー。バトル来れば千秋ちゃん見れるかなーってことなんですよね。千秋ちゃん。もう少し、引きでってことなんですよね。あれですかね。今の映ってるあれですかね。このぐらいですかね。はい。ね、これでスルーしたらてん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 ね、だいぶあのプレッシャーかけられてますよ。ね、通常の演出があるからいいやんけってことですよね。ここまで名前出されると、失礼、このままな、このここまで名前出されるし、キコーナ と、レモンドロップは定型は定型提起しようぜってことでね。店長今度お話ししに行きましょうか、ご一緒に。そうだね、じゃあ名刺持ってね。だからさ、あのサービス券とかね、もらえ置いてあったりするんですけどね。はい、いい関係になったんですけどね。はい、会員訴求もして、そうですね。いいっすね。名古屋は9時オープンがほとんどです。あ、やっぱね、地域差あるって言いますからね。7時開店、じゃあ午前中に100件負けれるねってことなんですね。上手に使ってくださいね、はい。あ、40まで、はい。モーパイで10連する確率って何パーセント、誰か計算できる人教えてくださいってことなんですかね。計算できる方いらっしゃいますかね。 10% ぐらいじゃないですか。 10% ぐらい、 10% じゃないかっていうね、おそらくってことね。 10% ちょっと。 ありがとうございますね、はい。キコーナーとか、最初醤油メーカーだと思った。あ、それキッコーマン、キッコーマンですね。ね、ナイスツッコミありがとうございます。キッコーマンですね。おい、バトル、おい、バトルさえ来ないぞってことなんだよね。もうちょっとやばいですね、これ、ね、はい。しかも7時開店の23時半終了だったりするので16時半で稼働してるよってね。16時半そんなに稼働、ね、できるよって、すごいですね。ガクブルー、0.67 の10乗かなって、ね、当たった ー、 あれ青カットインに当たったー。店長青カットインから
やったー、まずいまずい、雪辱晴らすですね、おめでとうございます、ね、金冠やだ金冠無理ねえ、あぶねー、はい、キコーナ と、レモンドロップで、たまたまコラボ、そうですね、たまたま16時半なら 300K かそんな言っちゃいますね、終わるかなこれね、ガグブリ、最高、これで最高何連したことあるってことなんですかね、最高何連ぐらいがありますかね、あの見たやつとかで、あーラスト10です、はい、あとしかありません、ちょっとありませんかね、すみません、終わるフラウかな、見っかったわーってね、あー4ラウンド4ラウンド今日初めて見た75% だったのに、75% ピックだったのに残りの 25% を引いていく、引いていくスタイルね、どっつけばよかった裏見せですね、あかーんってね、これは16ラウンドもらって引いた、見せるなーと、店長見て 25% 引いた店長ってことね、気持ちは皆さんの一緒です、はい、皆さんの心を、ね、終わるフラグかなって、ね、はい、MC 変わったの、圧力偉くなったんだな、あ違う、エロいだけか、 AV ライターだライター配るだけ違います、 AV ライター、AV ライターいいね、いい秘訣は、戦力外通告待ったなし、左前が出やすいのに、あ、左手前が出やすいの持ってるのはあるね、これこそガチだという証拠ね、店長いい引きっすわーって、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、この台100%、はい、この台 100%ST 突には嬉しいねって、ね、終わりました、あて終わった、9連、いや初当たり入れて10連、すげえなー、あと1回、はい、当たったらエンディングやったんですか、そうだね、もうちょっとでしたね、なかなか、はい、やっぱ傾いてんの、いや傾いてませんよ、ちゃんと平行ですからね、来週はレモンから生放送してください、いやしません、そうですね、まあまあまあ、定型が来週までに できればあるかもわかんないですね、まあ、絶対ないですけどね、明日は店長を煽っていく、立ち回りしますそうなんですね、お手柔らかにね、はい、ガチな 25% 今、ね、店長見せるな、さすがやなってことだね、ありがとうございます、はい、これガチタイム中に、中どついたらどうなるのっていう、さっきどついても大丈夫ですよね、なんかまだ大丈夫です、はい、特に大丈夫だったですね、AKB で14連、まだ見せてくれてない4ラウンドを、出してくれるんだよってことで、そうですね、なかなか見れないですからね、最後の最後 だけ、見せないで終わるとかってあとね、あ店長逆にオール8ラウンドを狙おうぜって逆にここから頑張ります、はい、平均8ラウンドみたいな、ね、感じでね、行こうぜってことですよね、9連は 2.7%、 10連は 1.8%、 すげえ、ありがとうございます、ね、250分の1ぐらいで、よかったのにってね、ビールでしょってね、これ次大当たりの時に、地図リセットだからきついと、キコーナで、出して、レモンでも出そう、ね、うまい、はい、うまいです、はい、マイフは店内で、ももクロを流してた、はい、金冠プレーはいくらなの当たりましたリコロ手帳当たりました、まずいまずい、よし、はい、ね、狙い8ラウンド、オギビリだ、オギビリだ、はい、これフラグですかね、8ってことはね、はいいいですね、はい、店長ならきっと駆け抜けるいやもうね、そういうあの期待のされ方しかちょっとね されてないみたいですね、ドクロ動くなーってね、はい、別配信で、どつき見せたけど、穴入る前なら電源入れ直してクルーンやり直し、穴入った後なら復帰後ラウンド開始、へー、なんだってドクロ動くなーってね、さあ8ラウンドの時間だーってね、はい、皆さん待ってますか、ね、8ラウンドの時間、はい、2分の1です、はい、さあリコローズ店長果たしてね8ラウンドを安定して引けるのかっていうのがね本日の見どころなんで、ね、皆さんね、まあ、ぜひ応援してくださいね、はい、やーい、16ラウンドー、はい、16ラウンドでしたね寝ても覚めてもギャンブルのことばかり考える、ね、三強ってことはそのうちスロットになるのかなーって感じだね、 ありますよね、多分ね、おいーってね、ちうわーっつって
ね、なんで16ラウンド引いちゃったんだよって、ね、16何しとんのだいぶ翔太さんちょっとあの いけないことしちゃったみたいな、なんか裏切られたみたいなね空気読めよってね、いやなかなか難しいですね、抽選ですからね圧力が打つのはダメなのってことなんですよね。いや、いいんじゃないですか、もうワンチャンありますよね、3球はスロット出さない方がいいとかね、どうなんですかね。さあ、ということでね、16ラウンド引きました、だいぶね、いい感じになっておりますけどね、はい、後でうっかり台揺らしちゃったとか、やってみるってことなんですかね、終わったんですかね、どうなんですかねと言ってね、もう早速アズロクさんがね、アズロクさん参戦です、参戦ですね、します、ね、金冠欲しくて、はい、四つどもえということで ね、 ね、金欲しがありますねありがとう、さすが先輩ですね見習う、ね、関東の方が面白いな、ありがとうございます、ね、ああやっちゃったとね社長、来、店長、来週人事異動あるからそのつもりでねと16ラウンド引いたから、やりすぎてしまったってことですからね、やだね、頑張ったんですけどね、普通だったら評価されるべきなのにまさかの、ね、ドイツさん MC 任せて、アトロクは、海猿打ってないよアトロクさん海猿打ってはどうですか、海猿ないですね、海猿ないですね、ごめんなさいね、これステージ性能良くないですか、はい、性能いいですかね、さあ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 ということでね、だいぶね、いい感じ、四つどもえですからね、ということはこれ圧力さんも参戦ってことでいいですかね、残り時間だいぶ30分ぐらいしかないですね、はい、ありがとうございます、おかしいだろうそれは、はい、皆さん頑張ってくださいね、はい、おじいさまいさんでビッグゴロ先生を全員ね、くださいね、さあさあというふうにね、はい、ちょっとね面白くなってまいりましたねさあということでね、今のところ当たってるのはビッグゴロ先生のみですかね、はい、はい、ね、このままねどんどんいったりね、圧力、トレイン打とうぜと、何トレイン、あ、失礼、ストレインです、ごめんなさい、ストレインね、ストレイン、走行のストレインね、かまどってないですよ、捨て性能いいよ、しっかり、しっかり止め打ちすれば違うよとか、ね、やっぱりしっかりステージ結構これ、うにょうにょしたら止めた方がいいかも ね、赤のゴープね来ますかね、はい、ステージがかなりいいから、最近2戦にも対策してきた、あ、本当、そういう感じですかね、ウミザルナイトが経験あるやそんなことないですよね、それ以外のいい台いっぱいありますからね、この騎士は99分の1ってやつで出るかねっていう、あ、出るじゃないですかね、ユーパチですかね、ユーパチで出るかもってですかね、この人気やったら出そうな気もしますよね、去年ミドルとライトっていうですね、はい、レモンドロップの抽選は何時からですかってことなんですかね、はい、ちょっとね、わかりますかね、レモンドロップ12時からじゃないですか、12時からですね、だいたい12時ですね、そうですね、はい、で多分抽選はないですねもう並んで順ですかね、はい、バレ先にとね、お猛烈、お猛烈来ましたね、猛烈ヤクモの来ましたよ、はい、誰ですかあなた、圧力です、圧力さんですか、はい、圧力さんね、今映ってないところでね、猛烈来ましたね、はい、さあお休みの時間だってことですよね、あ、おやすみなさい、どうも、おやすみなさい、ありがとうございます、ラストまで、ラストまで見てください、ラストもうちょっとだけ、あと30分だけお願いします、ガンダムやスレイヤーズはアマ出たからこれも可能性あるねってことですよね、うん、はい、レモンドロップは赤玉が赤玉で出るまで何連でいただきます個人差あります、すみませんね、個人差があります、さあということでね、はい、この台通常疑似連ないのってことなんですよね、疑似連あるよね、ありますか、はい、疑似連あるそうですよね、圧力だから圧力だからないだろうって、ね、ないね、外れた外れた、圧力さん引かないよってことですよね、基本は疑似あないよっていうのはね、どっちでしょうかね、はい、ということでね、だいぶいい感じに皆さんね、いますね、赤玉だとか、知らんやつ多いだろうってことですね赤玉ね、まあ、聞いたことありますけどね、僕も、はい、まあ、そっち方面の方かなっていうね、はい、春日出て少し経ったぐらいに出るかな、春日には削除されていくというですよね、春日ね、もうすぐ出るですからね、非常に楽しみですよね、はい、右熱いと、ね、
テテの方が熱いですかね今ね、ギジは特定の ASG のみ、ありがとうございますね、宝塚記念の予想をお願いしますってことなんですね、あの競馬やる方いらっしゃいますか。僕やらないんですよ。やらないですか。やらないですかごめんなさいね、分かりません。はい、まあ、足の速い馬が勝つと思います。はい、ね、赤ホリーは本当出ないねっていう。出ないね。出ない出ない青緑、あ、僕青ホリーから熱くなったんでカメラをね、はい、俺の台を打つと、これね、アトロックさんの方、アトロックさんの台がね、今発展したからね、アトロックさんの台をね、ぜひアトロックさんの台をね、からのからのからの、はい、もっと引き、はい、引いて、はい、そこで OK ですよ。そこで OK、はい、これね、アトロックの台ね、アトロックないですね、アトロックないね、緑保留になってるよ、緑保留、緑保留になってるよ、はい、さあさあ、ここでね、あ、赤、緑笑う、なになにこれ、ね、当たりだねこれ、簡単だねやっぱり。引け、ドン、おお、継続継続。まあ、でもね、アトロクさんの早く当てないとね。あ、そう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 、危ないからね。一番今ね、負けてるんでね、はいはい、頑張ってくださいね、皆さん当てますから、よく見ててください。ね、からの王は釣り、あれ、あれ、ね、ダザム来る？ダザムは来ない。ダザムは来ないですか？これは釣りです。うん、いや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 、はい、ね、これ当てたらみんな明日蒲田店に猛烈パイレーツ打ちに行くんだよ。強制ですかね、猛烈猛烈じゃないですか。カットイン赤がいいな、はい、圧力移りたいからってそんな、そうですね、外したから罰ゲーム、イエーイ、圧力移さないで外れろ、当たれ当たれね、圧力椿ポロリ、ポロリ予告出してよって、あ、釣り要素追加、あと、外したらみんな行かないパターン。確かにね、復活はないよね、ないですか、ないよね、赤堀外れるのは、はい、ありがとうございます、おかしい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、はい、赤堀外れるのは本当はおかしいんだがと、そうなんですよね、やっぱね、赤堀来たら言ってほしいですよね、これは当たるか、ほら青、猛烈って聞いた、マティ猛烈、熱いですかね、ここから、どうなんですかね、これチェン、ツン、ツンキンやってもいいですかね、熱いのっていうこと、 TN、TN ね、すみません、外したらピアノ線で釣るからなって、ここは、ね、これは当たらんだろう、よくある釣りパターンでした、あるね、無様に外れろ、あるね、あ、左来たかも、ね、ツイッターで、むむちゃんが最近の三強とは演出違うけど、どうかなみたいなことつぶやいてた、あ、マジさん熱いじゃないですかってね、うん、左赤ロゴ、赤保留よりフルーツ柄の方がよく見れるぜっていう、あ、あ、フルーツ柄出ますね、猛烈赤オーラは 40% ぐらいっていう、そんなにあんの、はい、っていうね、今あのコメントね、うん、いただきましたね、昨日ライトミドルでサイレントウィスパー2回当てた、すごいじゃん、猛烈ヤクモの猛烈ヤクモのほどお、失礼、猛烈ヤクモのほどの大きさなら女の人を満足させられるだろうかって、ね、下ネタかって、下ネタですね、しかも急にね、あの大きくなるんでね、びっくりしちゃうと思いますけどね、あ、ウィスパー意外に当たるよねって、あ、そうなんか、ね、そういうイメージあるんですかね、こちらの方は、結構フルーツ待ちなこと多いよね、この台いいってことなんですよね、やっぱフルーツ来ないとっていう感じですかね、うん、はい、また、お、はい、あ、また猛烈、猛烈来ましたね、だいぶ熱いんじゃないですかね、あ、後半ってことですね、さあどうだ、じゃあは外れました、あ、外れましたか、残念、ね、はい、激アツ猛烈でお願いしますね、去年の台があまりにひどくてお偉いさんから開発が怒られただろうし、多少は変えてきてるんだろうなっていう、そこら辺もあるんですかね、後半猛烈は期待するあ、この台最強、最強リーチ全く見えないんだけど本当にあるのっていう、前回転、前回転ですかね、前回転 ね、先ほど、はい、先ほどね、出ましたけどね、はい、ウィスパーで当たると、ケツ浮くって、おって思うんですよね、来たこれってね、二股リーチってことでね、
順調にやってますね今ね。やばいな、駆け抜けそうです。あれ駆け抜け店長ですか。あ、まあ、ですか。どうにかね、あの皆さんね、やっぱあの8ラウンド待ってるんでねどうにか、駆け抜けずにもう一回8ラウンド見せてくれと。でも店長さっき当たったのウィスパーリーチじゃないんですか。あ、そうですですよね、店長さっき当たったのってウィスパーリーチですよ。黄金戦のことなら結構、黄金戦のとこだったら結構来るよーと。さすがに春日がこけないから制作中に春日白紙にして、テコ入れしたらしいよーと。あ、それもあるんですね。テレビアニメでは、愛ちゃんってそんなに出してないよね、出てないよねーって。愛ちゃん、考えてくださいね、すみません。三強ってマクロスフロンティアしか打ったことないなーって思ってね。あ、割とね、東大ですからね。はい、おい圧力、はい、レモン忘れて第2に集中しろよってことですね。レモンなんかね、一切考えてないよ、大丈夫だよ。邪心があるんですよね。そうね、まあ、さあ猛烈猛烈ってことでね。さあということで、ぜひね、全回転の愛ちゃん、 ありがとうございます、すみませんね。ということでね、ぜひね、ちょっと今のところね、まあ、皆さんね、特別熱いっていうところないんでね、もうこうなったら、もうやっぱぜひ店長さんにね、駆け抜けないでもう一度8ラウンドをね聞いてほしいですね、皆さん、ね。そういえばさ、この店日暮らし小当たりカウントするよね、今日だけでも3回あったってことなんですが、日暮らしで、はい、小当たりカウントするよってことなんですよね。表示されるんですかね。確かにしますね。あ、しますね、すみません、はい、ですね、アニメでも愛ちゃんの回があるが全回転は優遇しすぎ。あ、アニメではじゃあそんなに出てないんですかね、この愛ちゃんっていうのはね。こんばんは、どうもこんばんは、こんばんは、ね、はい、モレッツパイレーツ打っておりますよ、皆さんもね、負けたら金冠と金冠とになっておりますね、おい圧力、来週から俺と MC 交代なってことで、ね、いいよいいよ、週代わりで交代するんですよ、ね、いいよってね休みたいんでしょうね、あの人ね。そんなこと言うな、お前。休みたいんですね。いやいや、あの人って。いやいや、だって今の言い方だとね、そういうふうにもね、本当に休みたいんでしょうね。休みたいんでしょうね、ってね、すいませんね。あれ、圧力帰ったのってことで、行きますね。枠、はい、打ちたいんで打ってます。そう、あの枠外でね、ちょっとね、はい、打ってますよ。罰ゲーム濃厚ってことなんですよね。いじってあげてくださいね、どうもね。さあ、ということでね、猛烈どうですかね、ももクロと、ももクロの曲が基本的に全部使われてるんですか、ね、全部じゃない、全部じゃないですか、2曲ぐらいしか使われてないんですか、うん、ああ、そうなんですか。でそれ以外は他のアイドルとかもいろいろ。アイドル、アイドルじゃないですよ、だからこのあれじゃない、はい、このあ番組のオリジナル曲みたいな感じですかね、枠外でプレイ中か、そうですね、これ何時まで放送ですかっていうことで、2時までの放送ですね、はい、はい、罰ゲーム何やるのってことなんですかね。じゃあ金冠地獄です、金冠地獄ですね、皆さん想像を絶する金冠地獄ですよ。確定以外だと、マリカスペシャルリーチが熱い、うん、ことなんですよね。マリカ何番の子ですかね、マリちゃんってね、わかんないですかね、すいませんね、はい、無限の愛 と、ロストチャイルですかね、抱きやろうと、桃子の日、あ、そうですか、ありがとうございますね、そろそろ寝ないと朝からモーパイ打てないやんけ。なるほど、じゃあ2時までも我慢して、はい、もうちょっとね、はい、うん、もう少しなんでね、頑張ってくださいね、私のというのですね、そろそろ、あ、失礼、桃黒のロストチャイルドは隠れた名曲、そうなんですか、モモクロもね、結構人気ありますからね、どうもいっぱいしちゃうとかね、マリカは主人公では、あ、すいません、ありがとうございます、ちょっとね、勉強不足でした、あ、アニメの絵より CG の方が可愛いなーっていう、ね、どうだ、圧力、俺の方が MC 上手いだろう、言ってないですよ、言ってない、言ってない、それは言ってない、そう、びっくりした、なんか。一瞬ってなって、あれこれ俺が言ってるみたいな感じになるぞと思って、自分でコメントを、違います、いや違います違います違いますよ、まだまだ僕は弱敗者ですからね、圧力さんの方、ね、足元にもね、おがないですからね、寝不足状態で打ちに行くと負けやすいよねとか、分かる、ああそれあるよ、確かにありますね、
僕あの寝不足で言って、1パチで12件ぐらい の,、ま、あの負けましたもん、ね、12件12件1パチで1パチで12件、やりすぎだろ、やりすぎましたね、だ4パチ行けばよかったと思って大失敗でしたね、はい、マリカのデ、キャラデザ好き好きなん だけどな、微妙にこびてないっていう、そうなんですかね、デザキャラ、あ、いや、違う、キャラデザですね、黄金戦や最終決戦のエピが、星4で、これは成田ですね、の、スペシャルリーチが、星 4.5、 あ、なるほど、ありがとうございます、これがね、熱いところですね、はい、演出にこの前あった劇場アニメのシーン入れてくると思ってたのに、あ、なるほどね、結構ねアニメと劇場版ね一緒にね入れたりすることありますからね、いや、はい、2が出るんじゃないの、じゃあ、あ、2あるであるんですか、そのうち出るんじゃないの、あ、本当ですか、いや、こうご期待ですね、寝不足で海打つとガチで落ちる、そうですね、僕は大好きですよね海ね、寝不足だわ、寝不足で行ってこの前6万発出したわ、いや、いいじゃないですか、寝不足の行ってるんですね、ごめんなさい、自分赤保留でした、あ、赤保留ですか、はい、フルーツ柄来ました、フルーツ柄、はい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 、はい、オギーはフルーツ柄で、ビッグゴロ店長は赤保留、赤保留、はい、どちらも熱いですね、さあ、赤い、熱そう、当たりそう、ね、ほどほどに熱いと、ね、おおめでとうございます、136回転で当たりましたね、早いですね、はい、さあということでね、ぜひね、ここから頑張ってもらいましょうね、もう一人一人ね、モルタカおめーってね、ありがとうございますね、皆さん、はい、8ラウンドタイムです、8ラウンドタイム、It's 8ラウンドタイム、 Here we go ですね、はい、フルーツ柄がフルーツ柄、ね、フルーツ柄散ってしまいましたね、バチ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 ってね、さあ、2分の1です、右に行けば、8ラウンド、ヘスは4ラウンドだよ、ございますね、もう2時近い、明日朝一で打ち来てるので、いや、もう少しね、もう少し待ってくださいね、マリカの布団もたまらんとね、もう、パチパチパチ、さあ、どっちだ、さあ、どっち、あ、4ラウンド、これはどうですかね、なんかいろいろまたあるんですかね、いいなこれ、4ってね、このアクロは保険屋さんです、皆さんの期待に応えます、ね、期待だね、フルーツ、へそは4ラウンドだよ、さすがに当たるのは今かってね、4ラウンド、さすがだぜってね、ありがとうございます、ね、8ラウンドって言ってからってね、16-4ってことだよね、じらしますね店長、さすがって、ね、持ってるわーってね、いやー、なかなかの演出家ですね、期待を裏切らない男ですね、でも4と16の差はでかいからなーっていう ね、その間でね、8って言ったんですよね、はい、8って言ったんですよ、4でしたね、4でしたね、4か16しかないので4です、店長見直したわーってね、どう見直したんですかね、ありがとうございますね、おい、圧力、しゃべりは俺に任せてた、黙っといてよっていうね、はい、すいません、これはもうね、あくまで視聴者さんのあれなんでね、わかるんですよ、圧力は当たったのーっていうことですね、当たんない、当たんないですね、はい、店長見直したわーってね、すごいあのリスペクトが多いですね、あの駆け抜けるんです、4ラウンドから駆け抜けるね、ビッグはいっぱい見せてるから、 あえて4ラウンドを見せてくれたんでしょって、ね、なるほどね、いやこれ確かにね、店長ならではのね、はい、見せ方ですよね、なかなか、さあ店長入れ替えの時間だってね入れ替え入ります、今からも、ね、ミドルで4ラウンド単発は心が折れそう、いや確かにそれはありますね、それはだからそれを皆さんに見せるために店長様苦行でね、気持ちを辛い辛いけど皆さんのためにと思ってねやってらっしゃるんで、ぜひね、これが店長だっていうね後ろ姿をね見てくださいね、あーということでね、順調ですよ、8ラウンドね、これは2時に一応終了ってことでいいですかね、はいはい、はい、ということでね、はい、残り時間は10分、12、3分ですかね、皆さんね、はい、罰ゲームもありますんでね、ぜひぜひ頑張ってくださいね、頑張ります、はい、店長ガチでへこんでるでしょいや違いますよね、狙い通りですよね、今日はね、圧力、はい、マティチーム対オギー店長チームでね、はい、いやー今日はいい戦いしましたね、はい、
い、仕事人仕事人のね、はい、価値の辛さを身をもって教えてくれる勉強放送です。そうです、ね、大事だよ、はい、それも大事ですね、はい、ね、いい感じですね。さあさあね、残り時間10分放送ですからね、皆さん頑張ってくださいね。はい、はい、あ、勝ったらレモン、負けたら金柑なんでしょっていうね、どちらも同じ柑橘系ですけどね、だいぶ違いますね、天と地ですからね、負けたら金柑のようにね、ちょっとね、どんなんか、あの、僕もね、あの、よくわかんないんでね、ぜひ、店長暑いってことなんですか今。これ暑いと思います。あ、店長暑い、はい、暑いそうですよ、はい、今、はい、またね、まだしょね、皆さんね、こっから皆さん、はい、これがあの仕事人ですからね、はい、これは熱いと、はい、さあさあ来ますかね、これで、これは勝ったっていうね、これは勝つんじゃないかっていうね、はい、ここに来たんですね、これ大事になってね、さあね、皆さんお、なんか、あ、降りてきましたね、はい、モロタでーと、モロタと、ありがとうございます。さあということでね、はい、はい、来ました、8ラウンド、8ラウンド、はい、はいはい、皆さんにあの準備してくださいよ、はい、キーボードもね、あの8っていうのをね押してくださいね今、はい、連打連打連打でね、あの拍手はないですからね、8ラウンド引いてくれよってね、これどの、あ、的ならついに赤タイトル、赤タイトル、おいおい、これ来たでしょう、オギーに変えて、はい、あー、フルーツ来たな、オギー熱そう、来てますか、ね、はい、さあビッグゴロ店長は上が、はい、なんとレギュラー、まだもらったな、はい、これ、あ、どうでしょうかね、4ラウンドね、パチ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 来てますね、皆さんあとさあさあさあ、お、来ました、来ました、8ラウンドどうしたものか、ありがとうございますね、ほぼ確定やね、敵は決まってるからね、さすが店長、ね、さすがやでってね、いろいろ含みありますよ、なんか、あとは16ラウンドも、いやいやね、何気に今日は余裕で1000人超えてるよってことです、あ、そうですね、今日累計ライドじゃね、今1100人ってことでね、ありがとうございます、ワルター、敵、ね、敵関係ないのかってね、やったぜってね、このストーリーリーチ、個人的に相性悪くて外ればっかってことで、ね、オギ、はい、いきまーす、オギいきます、お願いします、オギ、あー、マジでかやっぱオギはダメだよね、ダメだね、大事なところでさ、まさか、マジかと、あれ、あ、おっと、復活っすか、復活っすかね、いいですね、これ復活あたり、あっとね、フギャー来てますかね、これ復活っぽいっすよ、これさよなら、オギ、いや、まだわかんないですよ、これ来たでしょ、ね、オギさん、行っちゃってください、ですよ、イエーイ、ま、マジかよ、さすがですね、イエーイ、いやー、あっぱれですね、この両方で見せるというね、うめえ、これは嬉しいとね、千秋ちゃんとね、オギーとね、またナナーってね、そりゃそうよ、うめえとね、こんなパターンあるのか、千秋ちゃんかわいいとね、さすがに入ってなかったね、そうですね、店長が8ラウンドミスだと思えば、オギーさんがもう、なら、ちょっとオンリーキーですね、引くというね、かなりね、あの見応えありますね、今日はね、あ、7確定の復活待ちですね、これはナイス配信ということでね、皆さんありがとうございますね、非常に嫌ですね、三強見直したぞっていう見直しました、見直しました、ありがとうございます、はい、これ面白いです、面白いですね、いや、本当にいいですね、僕もね、打ってみたいですね、ぜひ、ね、圧力な、圧力な金貨が決定しました、イエーイ、あ、当たりました、あ、店長当たった、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、ね、いや、これちょっとね、もうあの見せ場の出し合いですね、7でした、ね、あ、7、7です、あれ、ということは7あたりです、ってことはもう 100% で、いや、でもワンチャン8ラウンドあるんじゃないですかね、まさか、ワンチャンないよ、ないよ、 まだ諦めない何か起こるかもしれない、ね、何か起こるかもしれないですからね、はい、これぞ店長というのみたいですよね、なんか打ちたくなるもんな、打ちたいとね、うん、雑誌によると信頼度はフルーツから60、タイトルフルーツが80らしいよと、ありがとうございます、80、80ですね、
はい、何やってんのとね、ガチタイム、過去茶番ってね、はい、猛烈来ましたね。はい、はい、ね、明日は夕方から仕事なんだけど、朝うち行こうかなと、ね、ぜひぜひ、ぜひ、お願いします。お待ちしております、この放送を見たのもね、何かの縁ですよ。そうですね、うち行った方がいいですよ、ぜひぜひ、もうパイもうパイもうパイもう、この配信で一番得しているのは、何も提供してないのに評価うなぎ登りの、レモンなんだけど、3強は2番目今日の一番はレモンだっていうこんなに7来ねえよってことですもんね。いや今ね、偏りですよ、偏り、偏りですね。いやいやいや、それを今ね、いい感じにね見せれてますからね、皆さんね、楽しいんじゃないですかこれね。だいぶね、皆さん打ちたい打ちたいってね、うん、ね、養分待ってるぞってね。いや、そんなことないですよ。いや、もうぜひ貴重な蒲田店ご来店ください。5台、はい、5台ありますんで、5台でおりちゃうんでね、はい、普通にね、遊びさんにね、100の7を奪ったわけじゃない、いや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 たまたまですからね、たまたまですから、いやー、ということでね、だいぶね、だいぶ今日あれですよね、この台のいい部分っていうのをね、見せられてる感じがしますもんね、はい、4ラウンドから16ラウンドまで、はい、前回転までさっきね、はい、スタートでね、5台ともデモ機ですか、違いますよね、猛烈のフィールズが販売すればもっと導入されたはずっていうね、それまずね、あ、これちょっと僕も気になりますね、CR レモンドロップはいつ出ますかって、ね、いやちょっとね、ありそう、電柱に期待ですよね。199の方はどうなんかな、打ったことある人いるってことなんですかね、ライトの方ですかね、これライトミドルあるんですか、はい、ミドルとライトミドルの方があるんですかね、これ確かね、はい、ね、これがお通夜放送だと大の人気に本当に影響で出るからなまあね、たまにね、何でしょうかね、事故っちゃう場合とかね、ありますからね、特にマックスキーだったりするとね、どうしてもちょっと厳しいなってのありますからね、それは何、筋肉まで当てられなかった店長ディスってる、違います、そういうことでいいの、違います、違います、違います、例えば、例えばの話です、そんなことないですよ、ああ、そういうことね、今日は店長バッチリ見せてますから、そんなことないですよ、僕は、今日僕は初めてなんでね、あんまりね、そうだね、これがね、下げパーの先輩いじめですね、非常にね、いじられてますよね、頑張りますんでね、皆さんよろしくお願いしますね、明日はこの台へこむので、他の台でご遊戯をお楽しみください、いや、やめてくださいね、皆さんね、普通に遊戯をお願いしますね、ライトミドルのやつは急にはまるので怖いですね、ライトの方は16ラウンド来ないとほぼアマデジ状態だよって言うんですね、ああ、そうだね、最近、バンヘル2しか打ってないなっていう、うん、バンヘル、バンヘル、はい、そして明日お休みの台です、ね、いや大丈夫ですよ、明日もね、普通にねガンガン回ってますからね、マックスで当たらないのは仕方ないとして、ようやく当ててしょぼい出玉とか、あー、まあね、当たりますからね、単発みたいなことはね、それも仕方ないですよね、お通夜放送でも、ダザムは別格、ダザムね、走行のストレインね、ダザムが見てね、マディさん今何発ぐらいですかねっていう、マディさん僕ですか、はい、何発ぐらいですかね、まあ1号ぐらい、1号ぐらいですかね、1号ぐらいですね、はい、ね、絶好調ですからね、ね、だいぶね、皆さんね、さあ残り時間あと3分ほどですね、おー、はい、3分、はい、早い、もうあっという間でしたね今日は、ね、はい、一体誰がね罰ゲームなのかと思ってますね、さあ、オギーどう、はい、微妙っす、微妙はい、オギーさん微妙、ね、ライトはギアスと一緒みたいなもんか、無理だなーっていう、うん、あ、電柱詰まって故障しましたわ、まあ ST 残り10回だから よかったけどっていう、ああなるほどね、それちょっとね、ついてないですよね、圧力アウトー、なんでなんで、なんで全然アウトじゃない昨日の、戸塚といい最近はよく見せるね、最近よく出るんですよ、コーナーさん見せるね、あ、ドラゴンだ、はい、ね、ドラゴン、ね、ちょっと熱そうですね、熱そうですね、はい、ね、だいぶね、全体的にね、いい感じになってますよ、今日はね、はい、
なんとね、もう今日もね、累計来場数もう1200人いらっしゃって、おー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。コメントも1000コメントほどいただいてね、ありがとうございます、すごいありがとうございます、ね、ぜひ毎週見てください、毎週見てください、ね、はい、よろしくお願いします、むしろ毎日見てください、月曜日から金曜日まで毎日やってますんでね、はい、お願いしますね、はい、圧力さん、圧力さん、ハンドルから、はい、手を離して金貨の準備を開始してください。そうですね、そっちかよ。時間ないんでね。さっさとね、やってもらえますよね。はい、で残り2分ですね。うん、はい。はい。もしかしてこれ先制しないと空気なんかなっていう。うん、はい。先制しないとやっぱ難しいですかね。はい、負けですね。はい、今日の罰ゲームは何ってことなんですかね。今日の罰ゲームは金貨地獄です。金貨地獄ですね。うん、はい、ちょっとここで残念なお知らせがありましたですね、はい、残念なお知らせ、はい、レモンドロップの椿ちゃんがちょっとドタキャンで、はい、あの不参加、今日ちょっと出演できないそうなので、ちょっとまずいねそれは、粛清かましたあの生意気なやつ、はい、あいつがちょっと出てきますんで、あーなんと赤堀、お赤堀、なんとなんとね、あ、店長赤堀よ、さあ残り1分ですね、皆さん見てくださいね、最後、先制し、ね、先制しないと絶望だね、先制しないと4回に1回ぐらいしか当たらないんですかね、来週は何打つんですかってことですかね、一応番組の最後、ね、最後にお知らせします、はい、来週はなんと特別ゲストにレモンドロップの何ちゃんが大剣とかね、何ちゃん来るんですかね、来週もしかしですかね、今日も昨日のように3時まで放送かな、いや一応今日は、ね、2時までですね、すみませんね、レモンドロップのランカちゃんでいいよって、ランカちゃんランカちゃんランカちゃん見てる、ランカちゃん待ってるよ、待ってますね、待ってますね、さあさあということでね、はい、ということでね、2時になりました、はい、終了終了、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、店長が最後店長のリーチ見て終わりにしましょうか、う、ね、じゃあね、店長最後見せれるかって、はい、外すお願いしますよ、ぜひ、はい、いやいや、さあ、さあどうでしょうか、店長いいんじゃないと、当たって最後レギュラーで終わり、そうですねぜひ、最高のエンディングですね、いけ、おーあーだねー、はい、お疲れ様でした、じゃあオープニングの位置に移動お願いします、はい、はい、ということでね、プロクバッグルメやな、あ、じゃあ交代しようか、はい、交代します、ね、はい、ありがとうございます、あ、切れた、ちょっといい、こっちにしようかな、あら、ちょっと待ってください、はいはい、はい、今準備中です、はい、すいません、少々お待ちくださいね、落ち、あーあーとね、店長クオリティやなっていう、うん、ね、ありがとうございます、お疲れ様でしたね、皆さんね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ちょっと待ってください、はい、ですね、ちょっとすいませんね、今考えてますんでね、はい、あっちゃん何やってんの、はい、あっちゃんこっちでしょ、あっちゃんそっち、いつものやったげて、あっちゃんそっち今日、じゃあそっち行こうかな、そうですよね、いいですね、あ、持ってる男ビッグゴロっていう、ね、ビッグゴロ持ってるぞ店長って、ね、ありがとう、今日はた、今日は楽しかったよってこと、ね、ありがとうございます、何今日はっていつも面白いはずなんですよ、はい、今日は嬉しいね、ありがとうございます、はい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 、さあさあ、はいはい、はい、今日の負け、今日負けたの誰ですか、今日負けたのは誰ですか、ね、今日負けたのは、オギーですね、今日負けたのはオギーですね、3回しか引けない、いやそれはダメだね、あれ0回も、あ、0回ゼロ回、おかしいじゃん俺だって参加したの残り30分くらい、あっちゃんシャシャって自分からやったのに罰ゲームしないとダメだよ、さあよくない、ね、一緒にやろう、さあよくない、一緒にやろう、一緒にやろう、一緒にやろう、今日の罰ゲーム金冠をどうするんですか、はい、あの口塞がれます、これ口塞がれます、口を塞がれる口塞がれます、何危なくないか、ね、あっちゃん確定ってね、圧力さん後輩のために罰ゲームの見本見せてくるんでしょ、あーちょっとまず口塞ぎます、口を塞いで、はい、ほうほう、口を塞いまして、はい、あ、私の分もよろしいでしょうか、ビッグゴロでしょう、すいませんね、お仕事中ね、はい、あっちゃん確定とかいうね、はい、うん、なんか これだけ見ると なかなかまずい映像ですけどね、うん、いや
これはちょっとやらしいな。やばい、ヒリヒリする、ヒリヒリする。うわーこれ痛い、痛いやつですね。マティ今日、今日一のテンションやなってマティさんねえ、確かになかなか見れなかったですからね。もうない。じゃあ、さあということでね、圧力23位、あーひーほんのひーってね、行きましょう、行きましょう、はい、どうぞ。うん、いい、おー圧力さん、あーうーって言ってます。新手の拷問、拷問系ね、何この拷問、ほんとですね、きつーってね、すごいですね、あ、い息できないね、息できないから、これ普通に、この放送大丈夫するってことですかね、全然大丈夫ですね、大丈夫です、ね、面白い、ありがとうございます、ありがとうございます。いやいや、なかなかね、鼻すすする、ね、あ、じゃあちょっとね、ちょっと変わります、ね、はい、ということでお疲れ様でした。鼻すすするな、これ鼻すすはい、じゃあ、告知の方をね、先にしましょうか。はい、はい、何やってんの、やばい、は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 い、まず明日明後日、はい、土日は、はい、通常抽選ですね、はい、9時半より地下駐輪場で抽選を行います、はい、今日の放送でモーパイ、はい、はい、はい、打ちたいなと思われた方はぜひぜひ、ぜひご来店ください、玉木湖にご来店くださいませ。はい、で、さらに4月の7日、はい、52台ですね、はい、総台数52台の新台入れ替えがございます。そうですね、まあ、やっぱ一番注目は鉄拳3と、そうですね、いうところがやっぱね、いいと思いますんでね、はい、16台ですね、16台、はい、大量導入ですよ、はい、はい、七夕っすね、ああ新台入れ替えの機種の名前が見えないと、この画像表示じゃ、申し訳ございません、もっとね、来週は解像度上げて、はい、作りますんでね、ご紹介いたしますね、はいはい、なんかないですか、見える紙とか近くないですか、ない、ちょっと遠くに持ってきまーす、はい、あ、ちょっと持ってきて台説明していただけるとね、はい、アマネジも4機種入って、はい、あとセブン機も、3機種ぐらい入るわ、はい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 、はい、まあ、ブラックラグーンとかもね、はい、入りますし、大将軍、はい、大将軍、はい、あと女王ですね、女王アマネジね、はい、アマネジですか、はい、あとエヴァの新しいバージョンの、はい、あ、2000発の、あー、はいはいはい、あの緑、はい、そうですね、はい、009、009に入ります、はい、入ります、ビーバップ楽しみだなと、はい、ダザムはありますか、見えますかね、ダザムはないです、いやー、ちょっと読み上げてください、はい、はい、まず鉄拳が16台、はい、エヴァエイトが8台、はい、CR ブラックラグーン2、はい、5台、はい、カウボーイビーバップ5台、はい、封印神大将軍5台、はい、フィーバースレイヤーズレボリューション、はい、3台、はい、超電超天軸3台、アマデジですね、はい、CR 女王ちょいカメラ、うん、アマデジ3台、そう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 、はい、その辺、はい、デジハネモンスターハンター1台、はい、1台、はい、でスロットのサイボーグ009が3台、はい、3台、はい、合計52台、はい、一挙10機種の大型入れ替えとなっております、ビーバップはマックスミドルどっちですかと、ビーバップマックスです、ね、マックス、はい、はい、うわゾロ目の日だから人集まりそうだな、はい、お待ちしております、はい、待ってます、七夕ですよ、七夕、はい、ダザムはないです、今週で一番楽しかった、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、最後まで見ていただいてね、マティも記念にやるかと、あ、さっきちょっとやったら、はい、ということでね、もうちょいカメラ引いてもらってもいいかな、はい、ありがとうございます、あーふはい、ということでね、本日の放送は、この辺でね、お別れしたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました、ね、土日お休みの方いらっしゃいましたね、はいはい、ぜひとも小松店ご来店いただければと思います、はい、僕たちはこれからみんなでレモンドロップです、はい、ありがとうございます、はい、面白かった、ありがとうございます、はい、ということで今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います、来週は何を打つかは一応ハーデスを予定してます。なんと来週はハーデス。ちょっと引きたいんですよ。はい。ということでね、はい、来週はハーデスを。ハーデスを。と思ってますのでね、ぜひ皆さん来週もまたご視聴いただければと思います。はい。ということで今週はこの辺でお別れします。はい、さよなら、はい、おやすみなさい。さよなら、バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹。でかはよねーや。しゃべる。Amazing grace, how sweet that sound.
気持ちいい。